いやー今週事件あったね。あったね、ほんと。あったね、荻野目打ちで。ね、結局あったね。あるんですよ。だって先週の放送で、まあ結婚ラッシュだから、まあ荻野その結婚がね、ちょっと影薄くなってきてるからやばいぞって言ったら、ちょっとこれ盛り返すような事件。やっぱその、ね、向こうの親自体がその危機感を持ってたんでしょうね。俺以上に。なるほど。ちょっと私たちの森山家影薄いぞと。そうそうそういうことで、まあこれ来たよ一応さ、まあラジオ聞いてる人でもこの事件をね、知らない方のためにですね、はいはい、まあ、ちょっと記事を読みますね、これ11月24日のスポーツ日本ですね、はいはい、まあ題名がオレオレ直太郎、はいはい、森山良子が撃退。おおすごいね。歌手の森山良子が長男で歌手の森山直太郎を装ったオレオレ詐欺を撃退していたことが分かったと。うん、あ、俺直太郎だけど、こんな電話が森山の自宅にあったのは今月中旬、11月中旬、はい、美しいハイトーンボイスで知られる直太郎を装い、母親の森山から金を騙し取ろうとしたなんとも大胆な詐欺、しかし真似しているつもりのその声は全く直太郎さんに似ていなかった、という歌手として40年間第一線で活躍してきたプロの耳を持ち昨年大晦日の NHK 紅白歌合戦では親子共演を果たすなど、誰よりも息子の声を知っている森山はいはい、はい、すぐにおかしいと気づいたが、そのまま歌謡を続けてみた、泳がしたんですね。すごいね。株に手を出して失敗したんだとその犯人は説明、その後も今どこに住んでるのと尋ねると曖昧な答えになるのタジタジになったとまあこういった、はい、記事がですね、はい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 、載ったんですが、はい、これについてですよ、小木さん一応もうあなたのねえもう身内ですから、まあね、またまあその実家で起きてることですから、このでお前は実家に住んでるわけですから、住んでるわけですからですよね。しかも11月中旬の話ですよね、はい、そうですね。これは5日か6日ぐらい前ですかね。5日か6日前、多分そのぐらいだったと思います。あ、この事実は知ってました。これね、この記事に出る前から、出る前にね、もう、この電話をしてる隣の部屋で俺ね、ソファーので寝てたんですよ、俺これ寝てたらね、うちの奥さんのナホがね、なんかこうニコニコしてね、入ってくるわけ、俺の部屋に、いやー面白かったーとか言って入ってくるわけ。おで、何って言ったら、そういう今さ、オレオレ詐欺みたいのがあってさ、それで電話でママが話しててさ、やってたらしいんだけどさ、うわすげえ、なんか俺だってやっぱり一般の人ですから何一般っていや記事のほら、この内容でしか分かんないわけじゃん、で今のってさ、ものすごい記事にはないさ、本当のもう一番その身近にいた人の話なわけじゃん。そうね、だから、ちょっと本当にミーハーだと思わないでくれよな、本当にこれミーハーだと思わないでほしいんだけど、この真相っていうのをさ、やっぱりさ俺も知りたいし、これどっちかって言ったらこういった書いてる人っていうの、はい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 、芸能リポーターとか、はい、すげえ知りたいと思うよ俺。ああそうだよね、これ真相あんのこういうの。真相っていうのかよくわからないですけども、見事撃退でしょ、なんだこの新聞の記事によると、歌手として40年間第一線で活躍してきたプロの耳を持つ、昨年の大晦日の NHK 紅白歌合戦で親子共演を果たすなど誰よりも息子の声を知っている森山、すぐにおかしいと気づいた、はっきり気づいてなかったですえ結構最初の方は騙されてましたよプロの耳ですけどあれ結構騙されてたみたいです。これはすぐには気づいてないの。はい、結構何泳がだってこれ泳がしてた感じになってるよ。いやいやすぐに気づいたが、そのまま会話を続けてみたって書いてあるってことは、森山良子さん的にはこれ泳がしてるよね、この記事だと。まあこの記事では完全泳がしてるようになってますけど、やられてましたね最初のうちはやられてましたよこれ。本当に似てるんですって、声がもうモノマネっていうか、いやでもすごいんだって。いや例えば森山直太郎君のね、歌声とかは、まあなんとなくこう裏声を使ってさ、なんか真似できる人いるかもしれないけどさ、喋りの声なんて難しくない逆に。
まあそうだよね、モノマネでもやっぱさ、ね、歌とかなんかやってる時の真似ばっかだもんね。そうでしょ、桑田佳祐の歌モノマネする人はいても喋りモノマネする人あんまいない。いないもんね、うん、そうだよね。でもまあ電話だからやっぱあれなんじゃないの。あ、そう、簡単できんのかな。え、それ何分ぐらい喋ってたの。まあ、どのぐらいだろうな、2日間にわたってまあ話してたらしいですけどね。え、まあ俺もねちょっとわかんないですけどね。2日間にわたって最初ね、なんかあの携帯電話落としたから、うん、なんか実家の方に電話かかってくるかもしれないから、まあその時はうまく対処しといてみたいな、うん、そんな感じの電話ですよ最初。携帯電話落としたから、うん、あ、実家の方に、あー、なんか来るかもしれない。まあ来るかもしれないじゃん。でそれ、まあ直太郎くん本当いつもやりがちな人なのよ。そのなるほど、うん、だから全然疑わない、そのぐらいの電話だから、うん、あー、一発そういうのあんだ。一発あんのよ、ジャブが。で、中1日置いて、また来るわけよ。うわ、すげえ。そう、まあ、携帯電話落としたっていうからさ、うん、まあ、携帯で連絡取れないじゃん、うん、まず、うん、直太朗君には。うん、だから、まあ、中1日置いて、まあ、どんな様子かなって感じで、多分電話がってきて、うん、あ、バレてないわ、みたいな、まだ。って感じで、どんどん行くんじゃない。ああ、じゃあそのこの記事になってるのは2回目の電話の方が記事になってる。2回目の電話ですね。1回目多分ね、うん、本人まだ気づいてないと思うな、涼子さんは。あれは本当に直太郎くんの電話と思ってんじゃない、もしかしたら。あ、そう、うん。2回目の電話もね、途中でね、あのうちのね、あの那穂がね、うん、あのたまたまそっちのママが電話してる時に、うん、ちょっと通りかかった時に、うん、なんか会話がおかしいなって感じで、うん、ナホがちょっと普通に、うん、え、どうしたのって感じでこう聞いてて、うん、ナホが最初に気づいたみたい。これ、それやばいよ、やばいよ、みたいな。あ、そこにナホちゃんいなかったら、うん、ちょっとやばかったぐらいなの、うん、どうだろうね。まあ、株だからね、株をね、親はやっぱ知らないよ、やっぱ株やってることなんて。でも、ここの兄弟がすごい仲いいから、うん、株の話がね、まず電話先で話してて、うんうん、まあ、株をやってないことぐらい知ってるわけ、ナホは。そこでおかしいなと。ああ。でね、向こうの言ってることがね、あのね、直太朗くんはね、まあ、個人事務所ですよ。言ったら。そういう、まあ、直太朗くんの会社なんです。なんですけど、そのね、株でね、やられて、うん、その、経理、うん、経理の人にバレたら、うん、俺クビになっちゃうよって言ったのこのままだったらクビになっちゃうあの人がいないと会社成り立たないのに、あ、このことがねバレたらクビになるから、うん、そのバレる前にちょっとお金を振り込んでくれみたいな。ああ、なるほど。そう、もうそれおかしいじゃん、もうその時点で。 そこまで下調べしてなかったんだね。そうで、朝9時半なんだよね。やっぱそういう、ほら、ああいう詐欺ってそうでしょ、うん、朝でしょ、うん、朝でね、なんか昼過ぎまでに振り込めみたいな感じでしょ、うん、そう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 。そう、だからそういう感じでクビになっちゃうからとか。あー。なんだろうな。どこに住んでんのって聞いたときに、うん、向こうもね、やっぱちょっと情報がね、うん、もうちょっと調べればわかるのにね、なんか、ちょっとあれなんですよね、まだ。研究しないっていうか、あ、どこ住んでんのって言った時にも、まあだって家の電話番号をさ分かってさ、分かるのにそんな家ぐらいは住んでるとこ分かんないとまずいじゃん、その直太朗君。どこ住んでんのって言った時にね、全然もうあたふたしちゃってね、うん、品川近辺かなみたいな、全然違うとこ住んでんのよ直太朗君は。品川金に当てずっぽだ、うん、なんか当てずっぽで多分なんか業界人って言ったら品川ってイメージ持ってんじゃない？なるほど。俺の人だったら多分だからすごい田舎者だと思うね。ああ。なんか品川っていうのが。すごいね。うん。でもそこでオレオレ詐欺ってすごいね。すごいよね。芸能人に対してって。そうだよね。あ、でも芸能人の方がなんか払っちゃいそうなイメージもあるな。ああ。でしょ？ああ。払っちゃうよね。なんか嫌な、なんかバレる前に。そうそうそう。なんかこう、なんかね。うん、芸能界の人ってどうでもいいことが記事になっちゃうから、記事になる前に、ちょっと金で済むんだったら、うんうん、済ましちゃうんじゃないかっていうイメージあるよね。イメージあるよね。だから多分そこを狙ってんのかもしんないよね。どうやって電話番号調べるんだろう。ね、電話番号で、でね、住所も知ってるみたいなんだよね。嘘。うん。やばいじゃん。怖いじゃん。怖いよね、だから。うん。うん、だからまあ、でもな、ちょっとさ、
途中からま気づき出したわけよ、やっぱその涼子さんもね。それでその時にそのね、でちょっと三章に変わるねみたいな感じ。三章にもかちょっと電話三章に変わる、ね。三章って犬だろ。犬。で大体ね、うちのうちではね、その三章に変わるときは、ほら犬だからさ、三章とかこう言うわけじゃん。よく犬の耳に当ててあげてさ、三章、はいはい、おぎだよおぎだよ三章とかすごい。みんなそんな感じになるわけ。犬にいるこう。そう、犬もなんか受話器越しになんかよくわかんないけど、なんかちょっとなんかちょっと喜尻尾振っちゃったりとか、なんか犬飼ってるやつはそういうことするよね。するでしょ。でもやっぱそこの、やっぱこの電話が来てきた人は、三章に変わるときに、あ、俺だけど、俺あ、俺直太郎、うん、犬相手に犬まさか犬だと思ってないの、三章は。あ、俺だけどで、向こうはやっぱ喋ってこないからちょっと心配になっちゃったんだろうね。あ、俺だ俺、とかみたいな。あ、そこ辺がもうちょっとおかしい。やばいじゃん。でもじゃあ、お前今やばいこと言っちゃったぞ、電波に乗せて。それだとお前森山家としてはお前合言葉みたいなあの作戦だろ。自分中身内じゃないのを調べるための三章っていうリトマス試験紙を使う。それがもうバレちゃったじゃねえかお前。まあバラしちゃったね。お前これからお前それ使えないとみんな三章って言ってくるぞ。まあでも最終的には俺がいるからね、三章の後は。だいたい三章の後は小木に変わるだから。小木に変わる。最初は俺が出るようになってるから。いや、やばいって、だって小木を装ってくる可能性に、これラジオとか聞いてたらさ、お前の犬の飼い方も知ってるわけじゃん。ああ、ね、なるほどね。最初、やーよーってやつ。そう、まあ、やってるからね、家ではね。最初、そんなことして、やーよーっていう、お兄ちゃん、やーよーっていうのをさ、お前を装って三章に変わったら、それあれ、ちょっと信じない？まあね、じゃあ、まあ、俺がじゃあ仕事行ってる時もわかるのかな。わかるか、それのスケジュールも。いや、だからよく言うのがさ、テレビ出てる人の一番危険なのはやっぱ生放送だって。ああ、そうだ。誰、よくあるよね、芸能人で。そうだよ。その、空き巣に入った人ってみんな生放送なんだよね。そう、生放送出てる時はいないのが分かってるから。今、いませんよって言ってるもんなんか、生放送って。だ今、俺ら生放送だろ。生放送。やばいんだよ、だから。まあでも俺は家にだって何人も今いるからさ。ん？今だから、一人暮らしじゃないから。ああ、まあね。まあ俺は安心ですけど。そこそこ。やりとか危ないよね、そういうのね。そうだよね。生。確か生って狙い目だね。しかもこんな夜中の1時から3時に生ってさ、わしは今いないんだって思われる。あとまあうちもね、そのね、おばあちゃんがもし出たら場合だよね。やばかったかもしんないね。そうだ。おばあちゃんいんじゃん。そう。そこ俺も詐欺ってよく考えたらおばあちゃん狙うじゃん。そう。多分おばあちゃん狙いだと思う。あ、まず電話にね、その涼子さんが出るのがまず稀なんですよ。ほら忙しい方だからあんま家にいないのに。そっかそっか。たまたま出ちゃったっていう。おばあちゃん出てたらもしかしたら引っかかっちゃったかもしんねえんだ。まあ引っかかってんでしょ、完全に。だからそんなこと言っちゃダメだろ。おばあちゃんはね、そう見えて、全然そういうのに引っかからない人だって。まあ引っかかんないだろうけど、モノマネで来られたらちょっと。これね、本当にね、こういう詐欺の手口はバレるから絶対やっちゃいけませんよ。ねえ。いや、俺聞いてる方にね、いや、危ないんだって。何でもこういうの話してて、あれだぞ、例えばじゃあ小説でさ、なんかそういう詐欺の手口があったら、それ真似する人いるわけだから、何を真似するかわからないからね。まあね。でもほら、これらがこうやってこういうことを言うことによって、みんながやっぱこうね、ここでやっぱ、なるわけ、気をつけるわけじゃない。あ、だから俺らが言えば言うほど、やっぱこう、役に立ってるわけですよ。どっちも変だって、気をつける人も増えるし、これを参考に、あ、俺もやってやろうっていう人も増えるから、これやっちゃいけませんよ、皆さん。ね、やっちゃいけないですよ、これは。聞いてる人。絶対バレるからね。絶対バレる。バレるからやっちゃいけないです、これは。本当に、おぎやはぎは詐欺を絶対許しません。許しません、これスローガンでずっとやってますから。詐欺の CM 来たら絶対俺らだな。まあまあ、そう、詐欺の CM ってあるんだよ。詐欺撲滅の CM。はいはい。おぎやはぎは詐欺を絶対許しません。痴漢とかそうなりそうだもんね。痴漢を絶対許しません。じゃあよかったね。そうなんですよ。よかったですよ、これは。これは、じゃあよかったわ。はい、だけどさ、それで、また新たなね、はい、新情報としてよ。はいはい。スッキリでさ。はいはい、スッキリ。まあ俺結局あのタイミング逃しちゃったからさ、先週加藤さんに電話しないの。あ、してないの？ああ、してないの？そうそう。やっぱもうその直後だったらいいんだけどさ。まあまあちょっとね、日が経っちゃうとね。ちょっと日経ってからさ、結構、2週間前なんですけど、なんで言わないんですかってのもおかしいじゃん。まあまあ、ちょっと確かにあるな。でしょ？だから言わなかったんだけど、結果、あれだね、あの人。うん。根負けしいじったね。
こんまりした。うん。まあ。スッキリで、まず俺が ACCCM 大賞取った時、うん、はい、で、小木が、森山良子さんが、スッキリゲスト出た時も、小木をいじらず。はいはい。ね、うん、それでなんでいじんねんだって言ってたじゃない？言ってたね、ここでね。結果、お湯いじったね。こん負けしたわけだ。この今回の、あの、オレオレ直太郎事件に関して、はいはい、うん、で、なんていじり方したか。うん、なんつったの？お湯が犯人じゃねえかって。いじったと思ったら、はいはい、うん、お湯が犯人じゃねえかって言ったの。ひでえな、これ。ひでえだろ。ひでえよ。なあ。うん、言ったと思ったら俺犯人扱いだ。もう。でも、おぎが犯人だったら面白いけどな。やりかねないよね、ちょっとね。超自作自演じゃんだって。自分家の身内でさ、やってたことをさ、こうやって表に発表しちゃってんだぜ。うん。最悪の。まあ、完全なその売名行為みたいな感じですよね。売名行為だよね、これはね。本当にお前の結婚の影薄くなってるから、本当に記事にしようと思ってお前が、お前がやったみたいになるよ。うん。ああそうだ、これね。何だったのね。なんでここで今になって、その、うん、ね、言ってきたんだろうね。そうだろ。俺ら思ったんだよ。はい。加藤浩二さん。うん、これ聞いてんじゃねえか。これを聞いてるか。いや、会った時に絶対このラジオ聞いてた。言わないよ、俺には。まあまあね、言わないよ、ね。言わないんだけど、うん、暇なんです。暇でしょうね。それが暇なんです。はいはい。で、最近そんなにね、あの人ね、うん、昔ほど飲み歩いてないんです。うん。ね。ってことは家に帰ってんです。おうおう、家に帰って暇なんです。だから、こっそり聞いてんだ。こっそり聞いて、スッキリをいじ、ね、スッキリで俺はいじんないって言ってんのを聞いてて。聞いてんだ。で、いじったのね。いじってきたんだ。そうそう。ああ、なるほど。うん。俺そうだと思うよ。で、なぜいじったかってことを、うん、なんかこう、こっちでこう、問題になって、うん、で、なんかゲストに呼んでもらおうみたいな。ちょっと真相をちょっと確かめようみたいな感じの流れをちょっと期待してんだよ。そうだそうだ。だからリーク小島の後狙ってんだよ。そうだよ、狙ってんだよ。俺の話題に持ってって、ゲストで。そう、裁判みたいになってさ、何いじらないんだみたいな。そう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 。そうだ、それで狙ってんだよ、ゲストを。これ。うん。俺そう思うよ。はいはい、今さらいじってくるってことはね。こん負けしたか。うん。まあでもまあいじってくれたからね。うん。ちょっといいですけどね。はい。あと、うん、あと先週もあれもらったろ。あれの感想聞きたいんだよ、俺。N 瀬くん、N 瀬くん、おすすめの。N 瀬くんの。N 瀬くん。うん。はい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 、はい、うん。レゲエダンサー。レゲエダンサーね、もらったね。うん。あれ、4つ、4巻もらったのかな。そうでしょ、マジックミラー号の。そう。レゲエダンサー。はい。全部 M 瀬くんの。うん。あ、N 瀬くんの大好きな。まあ、長瀬くんでいいやん、もう。まあね。うん、やつをもらって、あれちゃんとソフトデマンドさんから、うん、いただいたんですよ。あ、ちゃんと資料が。さ、うちのスタッフのね、うん、宮崎さんがね、うん、小木さんに渡してくださいって言ってもらったわけですよ。うん、ソフトデマンドさんから。あ、う、あ、ん。ね。僕がやっぱ好きだって言ってくれてたんで。はいはいはい、そしたらね、俺にくれた時にね、うん、4つのうちね、3つ空いてんの。3つ空いてんだよ。DVD ってビニールみたいな。ビニールになんか薄いビニールでこう。ラップみたいな。ラップなってんじゃん。3つ空いてんの。え？嘘だろ？いや、ほんと。3つも ?3 つ空いてんだよ。3つもだよ。私のに絶対見てんじゃん。見てんのよ。なんでそこですんの？わかんねえけど、すげえやっぱ我慢できなかったんやな。まあ確かに、そうだよな、うん、これ渡してくれって言ってもらって、うん、お気に渡すまでの間に何日かあったら、開けるか。開けて見ちゃうんじゃない？え、で、それ行った？見た？行った？行ったって何？それ行ったの？宮崎君。そうそう、なんで開いてんの？って聞いたら、うん、まあちょっと、まあ、デレデレしながら、まあ見ちゃいました、みたいな。あ、否定もしねえんだ。否定してないのよ。で、見てんだ。うん。ひでえな。そうね、すげえなんか、見といて、なんかね、自分も、なんか、うん、なんか、被害になった的な感じの言い方するから許しちゃったんだけど、っていうのもね、うん、なんとなんかね、いや、俺ね、これすごい良くて、その、うん、そこで、一回その、終わらしちゃったなって。うん。まあ、フィニッシュって言うんですか。あ、もうフィニッシュ。フィニッシュして。うんうんうん、だからね、その後にもっとすごいシーンがあったっつって、うん、だから僕もちょっとすげえ悔しいですよ、みたいな言い方。
俺も冷やしなんであそこでね、俺そんな早まってね、そのやっちゃったのかと、フィニッシュを。あの後がすごいんですよ、みたいな。あ、逆にちょっと悔いが残ってるみたいな言い方にして。そう。許しちゃったんだ。あ、じゃあかわいそうだ。まあしょうがないね、って感じで。あ、そう。で、まあ見させていただきましたけど。どうなの？まあ、すごいね、レゲエダンサーってね。あ、そう。ふもう、すんごいもう振ってる。ものすごい振ってる。うん。振ってんの？すんごいもう。どうなの？振るって。いや、わかんない。すげえ振ってるって言っても、普通振るだろ。レゲエダンサーは何、どういうタイム？まあ上？いや、もう何でもです。何でもいいんです。レゲエダンサーっていうのは。レゲエダンサーっていうのは何でもいいの？何でもいいの。何でも振れんです。どういう体でも？どんなんでも振れる。そこがだって、いや、ほら、振るって大体上じゃん。うん、まあ、女性上位。ですよね、うん。その時に振るわけですよ。上位的なね。うん。もうそれどこじゃない。もう下でも、うん、もう、立ち、まあ、B、立ち。立ちバック？まあ、はっきり、まあそうよね。まあ言っちゃうとそうですけど。なんで立ち B ってなんだよ。そっちの方がわかんない。まあそういう時でも振っていくんですよ。だってやりづらいじゃん。男は。あ、男も振んなくていいのも。あ、そういうシステムなんです。振らなくていいシステムなんです。レゲエダンサーの場合。男はもう何もしなくていいの。いいのいいの、もう何もしなくていいの。もう全部やってくれるんです、もう向こうが。すっごい早いの、振り方。まあ、早いのもあれば、ゆっくりもある。やっぱ、それの強弱もうまーく、やっぱ、駆け引きしてますよ、向こうは。早い時ってのどれぐらい早いの？早い時、どのぐらい早いんだろうなぁ。まあ、見たことない速さだね、とにかくね。いわゆる HG がさ、早すぎてゆっくりなるやつあるじゃん。ああ、はい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 。あ、見えるやつ。うん。ああいう感じになるの？まあでもね、あれは何？一直線の動きじゃん、縦っていうかその、うん、まあ、キツツキ的なね。キツツキ的な感じじゃん。あれに、なんかこう、回る動きも入ってるの、その、なんだろうな。ごますりのような、ごますりをしながらの、うん、その、キツツキなの。考えられないでしょ。わかる？ということは、俺が今イメージしたのは、こう、ピストン、トン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 っていう、うん、出る棒があるとするじゃん。うん。すごく。うん。出たり引っ込んだり出たり引っ込んだりする棒で、ごますりしてるってこと？そうそうそう。すんげえごますってんの。相手にごまを。すごい。だから考えられないでしょ？俺そんなん見たことないもん。ぐるーって回りながらも、トン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 ついてんの。そう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 。へぇ？それが結構早いのよ。だからすごいよ。そうなの？うん。あれはね、ちょっと、持ってきますよ、今度、矢作り。え、見せたいと思った？見せたいと思いましたね。ちょっと、新しいジャンルですからね、あれは。確かに、長瀬くんがちょっとハマんのはわかる。あ、そう。うん、あれはちょっといない。あんな人は。だって、そんなことやられたら男の方我慢できなくない？そうね。うん、まあ、でも、やっぱ、なんだろう。女性の方が、やっぱ、すごい、やっぱそこ、体力使うから、うん、結構、何回も休憩みたいな。まあ、休憩っていうか。そうはね。うん、動かしてらんないもんね。そうそう。うん、うん。だからもうほんと逆バージョンですよ。男がほら、今までってこう、そういう、動かす方じゃないですか。うん、ちょっとほら、行っちゃう時あるじゃないですか、すぐ。うん、行っちゃいそうになる時あるじゃないですか。うんうんうん、その時になんかこう、言い訳してやめる時ありますよね。うんうんうん、あ、なんかちょっと、なんか、疲れちゃったみたいなさ。うんうん、分かる。ほんとはすごい気持ちよかったのにさ。うん、それを女の子がやってる感じ。自分が行きそうになってんだけど、そこをなんか、体力的な、なんか限界でやめてる感じで、体を変えていくみたいな。だから、すごい長くやってますよ。一回に対して。そう、見事あるね。あるある。あれはすごい。今日持ってきたの？うん。持ってきたよ。お前、先週持ってってんだから、お前。見て、今度貸しじゃなくて、今日持ってこいよ、お前。いや、そんな、見たいのかなと思って。いや、見たいよ。いや、俺もらったわけだしさ、別にいいでしょ、別に。いや、だけど、先週一週間見てんだから、もういいじゃない。うん、だって、見たんでしょ、全部。全部見てないな、全部は見れない。いや、4本中何本見たの？ 4 本中3本。結構見てんじゃねえか。だけど全部見れなかった。なんかね、1個がやっぱさ、封開けてなかったから、そこはやっぱ、なんか、まあまあ見れてない、ね。いいよ、だって、それだったら3本見たなら3本持ってくればいいじゃん、今日。うん。したら今日持って帰れたのに、また、
あれやん。まあまあまあ、来週だから持ってこようと思ってますよ。だけど、もし忘れちゃったらごめんね、でもそこは。てか、なんでしょうがないから、そこ。たださ、勝手に来週って言ってけど、うん、別に俺とお前1週間に1回しか会わないわけじゃねえじゃん。そうか、ね、ほぼ毎日会ってるから。これ仕事毎日ほぼ会ってるんですよ。だから別に明日でも、明後日でも、いいから、はいはい、ね。持ってこないと。まあそうだね、持っていきたいよ。共感できないじゃん、だって。わかるわかる。すげえなっていう。あれは確かに話したい。おじとさ、うん、そういう、話したいんだよ。話したいのわかる。だろ？俺も持ってきたいのすごいある。持ってきたい気持ちはあんだけど。今、レギュラーさんの話だけじゃん。そうなの。だから忘れちゃったんだもん、だって。二人で盛り上がろうよ。うん。レギュラーさんで。いいよ。じゃあ一緒に見よっか。やだよ、一緒に見んの。なんか、持ってくるっていうか、一緒に見て、俺もちゃんと持って帰りたいの、ちゃんと。なんで邪魔するの？なんで俺がレゲエダンサー見るときお前隣にいなきゃいけないの？一緒に見た方がいいでしょ、だって盛り上がるんだから。それは後のトークで見た感想で盛り上がって、そこで。貸すの嫌なんだよな、なんか帰ってこない気がして。ちゃんと一緒に見て、ちゃんと持って帰った方がいいでしょうよ。絶対やだ、一緒に見んの、俺。レゲエダンサー。まあ、すげえ、でも、あれはいいなぁ。ああいうのもう一回ちょっと長瀬くん呼んで、次のなんか聞きたいね。あ、確かにね。次ハマってるやつ。見たんだったらやっぱ長瀬くんと話したい。俺も見たら、うん、やっぱ長瀬くんと、どこが良かったかってやっぱお互いみんなさ、うん、いい場所って違うじゃん。そうなんだよね。でしょ？うん。みんな違うじゃん。趣味が。違う違う。うん。確かに。話したいね、ちょっとね。長瀬くんね、お前あそこみたいな。うん。そうだよ。あー、いいね。そう、ちょっと呼んでさ、うん、みんなで話したいね。そうか。それを見ながら、これでまあ、ラジオでもいいしさ、みんなでこう、モニターを見ながらさ。そんなラジオできるわけないだろ、お前。本当にさ、うん、はい。じゃあ、それを持ってきてね。うん。うん、さあ、そして、なんとですね、先週も告知しましたけども、はい、今週は、ちゃんとバナナマンが。はいはい。来てくれてます。そうだ、バナナマンですね、今日ね。そうですよ。はい、これお前、バナナマン来てくんないとまずいだろう。うん、そうだ。お前のためにも。そうですよ、結婚式、そうかそう、結婚式っていうか結婚か。わざわざ来てくれたんだよ。うん。うん。ね、認めさせるためにも、直太郎くんのね、うん、その、俺を認めてないわけですから。そうだよ、まずバナナマンのこと大好きな、直太郎くんを認めさせるためには、バナナマンにやっぱね、いろいろ聞いた方がいいの、笑いのツボ。そうですよね。そうそう。そのために来てる。で、まあ、バナナマンはね、俺はこのラジオ始まった当初から呼んでくれって言ってたから。うん。だから、いいんですよ。なるほど、なるほど。うん。だから今日来てくれてますから。はいはいはい。うん、あと、うん、ちゃんと、森山家対小木家の、うん、ネタの準備できてるかとかね。ああ、そうだね。それにどのぐらい進んでるかでね、やっぱ、ね、そう。来たいしね。スケジュールもあるだろうし。うん。あと、その12月にね、はい。直太郎くんが、このメガネビーキにやってきて、うん。それで小木が笑わせなきゃいけないわけですけども、そこのワンポイントアドバイスというか、演技指導というか、そういうのも全部バナナマンに聞きたいと。なるほど。思いますから。はい。うん。ということで、今週は、うん。バナナマンが来るので、今週のファックスメールテーマはですね、バナナマンに言ってもらいたい一言と、そのシチュエーション。まあ、その他バナナマンに質問。うん。まあ、先週、コーヒーおかわり。うん。っていうね。はい。セリフを、どんなシチュエーションで言うかとか。なるほど、なるほど。うん。どんなシチュエーションのコーヒーおかわりがうまいかとかね。うん。そういうのやりましたから。きてえな、俺。そういったバナナマンに対してのお題、うん、その辺募集しますので、はい。どんどん送ってください。うん。ファックス番号、東京 03-5562-9540。メールアドレスは、メガネアットマーク tbs.co.jp です。どんどん送ってください。金曜ジャンク、おぎやぎのメガネビーキ。お前の彼女ってブスだよな。お前の彼女ってブスだよ。いや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 、お前の彼女のブスだろ、負けるって俺の。ラジオジャンク、この番組は週刊ヤングサンデー山崎パンの提供でお送りします。2007年1月7日エレキコミックとラーメンズの片桐仁が新年パーティーを開催。 TBS ラジオ主催祝10周年オールスター大集合エレカタ面白大感謝祭4時間ぶっ通し in 実家。詳しくは TBS ラジオホームページ内イベントナビゲーターか金曜ジャンク2エレカタのコント太郎で。ラジオネーム、俺はまだ負けてねえ、小3の時、父にこんないい言葉をもらいました、お前には期待しない、だから気楽に生きろ、それ以来俺は何のストレスも感じない。
気楽な生活を送っています。いやでもさ、別にいいじゃん、いいじゃん。いや、これ大成功ですよ。賞賛だよ。12月12日火曜深夜1時は、今年のいい言葉がたくさん聞けるいい言葉スペシャル2006火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ。あれ見て見て、今小木の鼻が伸びたよ。本当に伸びたよ。ねえ聞いてよママ、ねえ。それでは最初のコーナー、週刊2番手ニュース。決して一面を飾ることのないちょっとだけ気になるニュースを紹介するコーナーです。ちなみに今週のビッグニュースは何かわかりますか？何でしょうね。今週のビッグニュースは何ですか？何でしょうこれ、オレオレ詐欺かな。やっぱね、ねえ違うでしょ、今週のビッグニュースと言ったら、はい、郵政造反組、自民党復党問題でしょ。あるんですかこういうこと。今週のビッグニュースはそこよ。そこなんだ。そうですよ。そうなんですよ。まあこんなことはどうでもいいんです。全然ね、わからないもんだって。そうでしょ。ビッグでもなんでもないです、僕たちはこんなんじゃなくて、はい、2番手ニュース、はい、2番手をこよなく愛するおぎやはぎですから。はい。それでは、はいはいはい、最初の2番手ニュース発表しますね。ラジオネームガッツ性欲からの情報、はい、サングラス泥棒自宅100個。これ、はい、電車内で乗客からサングラスをひったくったとして千葉市の自称会社役員を逮捕した、自宅に盗んだサングラス100個があると供述しており、余罪を追及するとともに動機を調べている。この人ね、まあ、詳しく言うと、はい、JR 千葉駅に停車中の電車内で、アルバイト女性20歳がかけていたサングラス3000円相当をひったくり、車外に逃走しようとした。かけてたサングラスだぞ。すごいなぁ。俺らとかもメガネを取るんだ。取るんだよ。取ってすごくね。すごいね。ねえ。あ、マジでこういうに取ってたのかな、こういう。自宅に盗んだサングラス100個あるってことは、100個全部、祖父にしたとしたら、すごいことだぞ。かけてるサングラス取るって、なかなかできないじゃん。できないできない。でも、俺すげえ斬新だと思う。だってびっくりしちゃうもん。発想がないからね、びっくりするよね。そんなだって、全く考えないもんね、そんなことがあるなんて。やられた方も。いや、そうだよ。メガネ取る。これすごいよな。これやっぱね、女性のやっぱサングラスが好きなのかな。なんだろうな。まあでもそうかもよ。なんか、下手すれば、そういうほら、アユが流行らしたサングラスあるじゃん。ああ、はいはいはい。まあ言ったらギャルがつけてるサングラスあるでしょ、ちょっと大きめの。ああいうフェチかもしんないよね。なるほど。そうやるかな。なんかやっぱこう、鼻の油がついててさ、その匂いが好きとかさ。ああ。俺なんか前もなんか、ほら、学校のさ、子供のさ、上履きの匂いが好きだとか言ってさ、それ盗んでた人いたりしたからさ、いた。匂いフェチの、子供の足がすごいいい匂いする。いた。多分そういうなんかメガネになんか、ついてる匂いなんじゃない？あるね。顔の油の匂いってな、なんか独特なもんあるでしょ。ある。ああ、そうかもよ。この鼻当てのところについてるのを舐めるとか。鼻当て。まあ、いてもおかしくないよね。鼻当てのところ結構油ぎっしじゃん。まあ、油出ますよ。鼻当て舐め、愉快犯じゃね。愉快犯っていうわけでもないよ。鼻当て舐め、ベロベロ犯だよ。そっちすっげえ癖のにさ、こっちの鶴の方でもいい匂いするんだろうね、その。いや、鶴の方癖って俺。髪の毛のだって。いや、だけど耳のところって俺油あんだよ。あー、そっか、耳がまたそういうなんか出すのかな、こういう。いや、だってほら、小木のほら、フェロモンが出るとこってあるじゃん。ああ。耳の裏。耳の裏ね、この辺ね。お前のそこのフェロモンで女がいつもやってくるわけだろ。そう。なあ。ってことはそこすげえ臭いわけだろ。そっか、そっか。だろ？女ってでもここ臭くねえんじゃない？男ばっか。っていうか、俺だけじゃねえの、臭いのって。お前耳の裏だろ。耳の裏。でも、その耳当ての部分っていうのは耳についてるからちょっと臭くて匂いがあって、で、この鼻当てのところがやっぱ鼻の油つくから、これを、俺多分ペロペロするんだと思うぜ。ペロペロ？ああ。そっかそっか。そこに気づいたんだね、多分ね。だから本当にフェチでしょ。だから、あれよ。うん。昔流行ったブルセラじゃないけど、あれはほら、履いてたやつだろ？ああ、はい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 。履いてたやつってこと、履いてたやつをそのままほっかほっかのやつが高いんだろ？高い。と一緒で、
今かけてたサングラスほど欲しいわけよ、そういうやつからしてみたら。うん。だから俺多分そういった性的な、あれな匂いがするね、これね。確かにそういう時と雨だっけ、ああいうのがやっぱこう出てきてさ、うん、メガネのこうやっぱこう女性っていうのに、うん、今そっちに目が行きがちなんじゃないの。だろ、ああいうやっぱ油、汚ね油を。女の油なんて汚ねえじゃん。女の油は汚ねえよ。女汚ねえのねえじゃん。鼻の油、時々鼻の油するやついるもんな。いるいるいる。なあ。うん。それだよ。それ狙ってんの。それか。うん。ああ。これ絶対そうだよ。だからサングラス欲しかったなと思う。俺はそういう。だからかけているじゃないとダメなんだね。そうそう。ね、こういうひったくるのは。だって普通そんなことやっちゃいけませんけど、だってサングラスを店から盗むのが簡単でしょ。うん、そう。実際。だってかけてるものを取るほど難しいもんないでしょ、うん、でしょ、もう確実そうだね。でも絶対ね、俺はもうこれは俺はこうそういうふうに俺は切るね、うん、俺はこの事件はそういうふうに切るね。切るって言い方じゃないと思うね、こういうことは、うんうん、切っていこうぜ、うん、なあ、予想の話だからね。いや俺これね絶対正しいと思う、今の俺の見解が、うん、俺自信あるわ。まあまあ、矢作の展開とか言うけど、うん、まあ最初俺が言ったからね、メガネの匂いを、匂いとこういう油とかね、言ったのを。全部自分の手柄にしちゃってるけど。そう俺が最初に言ったのよ、メガネの油とかついてるものじゃねえのかなって。俺ね、自分で気づかないで、そうやって人が出したのヒントに自分の見解にしちゃう癖があるの。そうよ、ちょっとそれに気をつけて。そうだ、俺そういう癖あるんだよ。じゃあこれは、俺と小木で協力して切ったね。うん、いいよ、協力でいいよ。うん、いい、うん。じゃあ次ね。はい。次はね、ラジオネーム、緑メガネからの情報。うん。宇宙でナイスショット。うん、おー、はいはい。うん。これね。うん。国際宇宙ステーションに滞在中のロシア出身のチューリン飛行士が、はい、宇宙空間に向けてゴルフのティーショットを行った。うん、うん。カナダのゴルフクラブメーカー、エレメント20ファン。うん、ゴルフ。まあ、21って読んでもいいんだよ。はい。ゴルフ、21ゴルフが、エレメント21ゴルフが宣伝のためにやったの。はい。実はこれまで2回のゴルフ経験しかないというチューリン飛行士は、ショット後に、かなり飛んだよ。素晴らしいショットだった。うん。とコメントした。はいはいはい。なんで2回しか打ったことない人にやらしたんだろう。やらせんだろうね。そこちょっとやだね。ゴルフね、確かにね、俺なんかこれちょっとね違うなんか記事でねなんか読んだんだけどね、うん、スライスしちゃったらしいよ、やっぱり素人だからだろ。そう、スライスしてそのまま飛んでいったみたいな言ってた。でそれ打ち方だろ、やっぱ絶対そうだよ。宇宙はスライスするってわけじゃないだろ。そう、もうだから2回しかやったことないから、うん、俺最初の方って絶対スライスするんじゃん、ゴルフってスライスするね、うん、さあダメなんだよ。まあね、うん、これね、これはね、これやっぱ飛ぶんだろうね。だってさ、これゴルフやったことない人は、信じられないかもしれないけどさ、ゴルフってさ、標高の高いとこ。はいはいはい。でやると、俺が軽井沢でゴルフやった時、キャディーさんが、普通よりかも飛びますんで、クラブ選択間違えないでくださいって言うから、うん、何ですか？いや、標高が高いから球飛ぶんですよとか、でもそんな大して変わんねえだろうとか思ったら、うん、本当に10ヤードから15ヤードぐらい変わるから、ね。あ、そんな違うんだ。飛び方が全然違うの。標高高いとこで、うん、打つと。なるほど。じゃあこれ高いからいいんだ。高いから無重力だから。高いからじゃないのね。高いからじゃないんですよ。あ、そうなんだね。これですよ。すごいよ、これ。宇宙でなんかやってみたいことある？これ、ゴルフとかも確かにこれ、打ってみたいけどさ。なんだろうね。この宇宙からなんか生放送やってたね。ああ、そう。テレビで、史上初みたいな、宇宙から生中継みたいな、ハイビジョンでね。今、誰が言ってんの、宇宙にだって。誰？誰だよ、その生中継って。あ、人が言ってなくて、もう機械かなんかで。いや、誰かが、誰か言ってんの今、うん。うん。あ、そうなんだ。うん。何やりたいから、ドリフみたいになりたいけどね。ああいうなんか牛乳とかさ。ああ。あれやっぱちっちゃい頃から憧れだったね。牛乳植えちゃうやつ？そう、植えちゃったりとかさ。飲もうとして植えちゃうやつ。あれはドリフは逆さにしてやってただけじゃん。らしいね。なんかね、あれ最初分かんなかったけど。ああ。ああいうなんか、食べ物とかやりたいな。あ、そう、うん。結構やりたいこと普通だね。まあそのぐらいしか全然思い当たらないね。無重力でやりたいことっていっぱいあるだろう。うん。いや、これってさ、じゃあ外に出たんだよね。そうだね。すごいよね。外に出ていいんだ。その飛行船の上から、上っていうか。で、そうそうだ。だって歩いたじゃん。宇宙服で。まあそうだね。宇宙服で歩いた？どこ？いや、月とかね。うん。だこれは別にあれでしたから、飛んでる飛行機の上からでしょ？ん？これ？
もう確かそんなような記事だった気がしたよ。これはね、多分ね、飛行機の上だった気がするんだよな、飛んでる時の、ほうほうほう、飛んでる時だから無重力だから風を感じないのか、何百キロでもし走ってたとしても、だから上に乗れんのかな。え、そういうもんなの。だって風ないじゃん、風が。風がねえの。いや、宇宙に風ないでしょ。でも走ってんですよ。走ってんだよ。え、飛行機が飛んでんのに、その飛んでるってことは風がなくても、え、風がないんだもん。だってそういえば風ないでしょ宇宙に。いやいや、止まってたら風はないけど、自分が動いてたらやっぱフワーっていう、フワーってなるの。だって空気がないんでしょ。だって空気がないんだから関係ないし、多分フワーって来ないよ。え、じゃあ何、飛行機のその翼に立てるので、多分何百キロで走っても立てるってこと。立てるんじゃない。嘘だ。多分そうだ、空気ないんだから何が当たるんだって。そんなフワーって、空気以外のフワーって何。え、何フワーって。フワーってなるだろ。ならない、ならない。本当に。そうよ、あれ空気だもん多分。お、本当かよ。立てないよな、これ立てないっつって。立てないの。じゃあ何があんの。じゃあだって、それはあれだよ。何、何、どういうこと。だって空気がなくて無重力なんだよ。うん、多分ないでしょ無重。あ、そうか。だってさ、これをさ、ゴル、そうだよ、そうだ、風の抵抗、空気の抵抗を受けないからいつまでも飛んでくるんだ。そうだよ、だってこのゴルフだってさ、地球を少なくとも48周してるっつうんだよ。その2回目の人が、ゴルフ2回目の人が打って、うん、48周して、うん、で大気圏で燃え尽きたって言われてんだよ。でもずーっとだから、ファだから、そんな風来たらファーなんて来たらもう、うん、ボールなんてダメでしょ、飛ばないでしょ48周も。あ、じゃあものすげえスピードのところに行って、じゃあ月の上をさ、うん、オープンカーでさ、じゃあバイクでブワー走るじゃん、うん、とするじゃん、うん、一切風を感じないの。感じないんじゃない。すげえ気持ち悪いじゃん。本当、本当かよ。まあ気持ち悪いよね。本当、本当かよ。ほんと、髪の毛バーってなびかないの。じゃあバイク乗っても。そうなのよ。バイクで200キロ出しても髪の毛がバーってなびかないってことなの。全くなびかないんじゃない。本当かよ。本当、それ本当。いや、でもそれ、いや、今の俺の今普通の理論でいけばそうだと思うよ。だって風ないんだからしょうがないでしょ。あれ風なんだから全部。風なの？空気なんだもん。わ、超難しい問題だな。ねえ。いや、そうだよ。だからスピードも出んだよ、ものすごい。どうすんだよ、お前。お前切ったことにする？それ。風がないからって。そうだよ、俺これ切ったことにしていい？これ。俺このニュースこう、風がないっていうことで切っていい？いや、もう切ったね。じゃあ。え、それちょっと知りたい、俺。知りたいね。宇宙に詳しい人いたらちょっとメールください。宇宙に詳しい人。ねえ、宇宙に詳しい人だったらすぐ分かることだろ、これ。すぐ分かる。俺なんか宇宙に詳しくないから、この話に長引いちゃってんだろ。そう、多分宇宙の勉強したら、一番最初に教えてくれることだと思う、これは。だよね。そう、だからもうすぐみんな分かると思うよ。だよね。うん、ちょっと宇宙に詳しい人、これ、正解をすぐメールかなんかで教えてください。すげえ気になるな、これ、確かに。うん、気になることをすぐに解決していきたいから。うん。うん。そしたらその人を切ったことにするから。ねえ。そう。で、これは待ちましょう。はい。さあ、続いての2番手ニュースですね、うん、ラジオネーム苦い飯からの情報、はい、はいはい、タイの僧侶はペニスを切断、再接着を拒否、うん、わわわわうわ、何ですかこれ。これ僧侶って読むんだよね、うんうん、タイの僧侶35歳が自分の陰茎をナタで切り落とし、医師による再接着を拒否するという珍事があった、うん、この僧侶は瞑想中に勃起したことが切断の理由とした上で、煩悩を全て断ち切ったのだから再接着の必要はないと話したと。すっげえ。なんだよこれ。でもこれはさ、自分をちょっと厳しくしすぎだよね。だって一切エロいこと考えてなくたってさ、立つ時あるわけじゃない。全然関係ないんだからさ。ねえ、うん、なんか知らないけど立つことがあるわけじゃない。そう、立つっていうのは別に煩悩関係ないでしょ。ねえ、悪いことじゃないのに何なんだろうこれ。35歳同い年だ。あ、ダメじゃん。何やってんだよ。ダメ僧侶だよ。ダメ僧侶。
まあ、タイの僧侶ね、タメ僧侶、うん、そうだね、タメ僧侶だ、うん、どっから切ってんだろう、陰茎元から、ナタ、ナタで切っ、すげえなこれ、うん、うわ、ナタで、うん、どうやって、うわ考えられる、怖いな、怖い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 、これうわー、なんだよこれ、うん、陰茎をナタで切り落としたぜ、うん、自分で切ったんだぜねえ、なーいて、え、勃起してるところを切ったのか、それとも柔らかくなったところを切ったのか、どっち、柔らかくなってるところじゃない、勃起の時は切れないよ、でもナタで切ったとしたらよ、柔らかくなったところだと、やっぱこんにゃくの斬鉄剣がこんにゃく切れない理論で、ブニュンってなっちゃうから、勃起してる時だったらやっぱね、なぜでスパーンっていけそうじゃん。でも勃起の時俺はすんげえ硬いから歯が悪くなっちゃうよ、多分。あの硬さなのに多分、歯が負けると思うよ、俺。一回しか多分もう使えなくなっちゃうと思う。そんな硬いかな、硬いぞ、僧侶のは。僧侶の硬すぎるから多分もう切ったんでしょ、もうやっぱ。ああ、なるほど。うん。なんで俺こんな硬いんだと。勃起して硬すぎると、うん、こんな硬いものは切ってしまえと、うわー、硬いのはでも怖いわ、硬いとこ切んの怖いな、硬いの切ったらちっちゃくなるのかな、切れたやつって、ああお前、ね、すげえな、それすごいね、これね、お前切るなああそうだ、硬いとこ切る、どうなんだろう、そのままかなんか硬直すんのかな、硬いまま切ったら残るのか、それシューンってちっちゃくなるのかな、あ、だってそうだよ、だってあれ血だろ、大きくなってる理由、あ、血なの、血だろ、血、海綿体だろ、なんだから血がぐわーってその集まるわけだろ、あれペニスに血を送ってんの、あれそう、ペニスに血がぶわー集まってそれで立つわけだから、切った瞬間血がぶわーって抜けて、塩気になっちゃうじゃん、塩気になっちゃう、怖い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 、血なんだあれって、いや、そうだ、血だよ。だから。だから、すごいぞ、血の量。へぇー、知らなかった。もうやだよー。もうこういうのやだよ、ほんと。お前、そういう話すんだよ。だって、お前、じゃあ、自分の体どっか切んなきゃいけないって言ったら、どこ切るよ。なに、切んなきゃいけない、うん。何か渡さなきゃいけないわけ。誰に、いや、もう罰として。罰として、うん。罰ゲーム、自分の体、一応いらないものよ。ここだったら、特に。うわぁ、もう考えだけ怖い。考えもやめよう。やめた方がやめた方がいい。これやめた方がいい。うん、怖い。怖い話になってきてるからやめよう。うん、そうそうそう。うん。ごめんごめん。うん、俺今、間違えちゃった。やめた方がいい。切るっていうのを違う意味で。そっちの切りになっちゃったからね。なんか切るっていうことができない。悔しくてさ。プレッシャー感じちゃったんだ。プレッシャー感じてなんか変なこと言っちゃった。追い込まれちゃったよ。うん、ごめんごめん。うん。いい。まあじゃあ、これは、うん。切らずじまいで。うん、これは逆に切んな方がいい、こういう時は。うん。そうね。そうそう。まあ、ということで、うん。宇宙情報来たって。お、宇宙情報ちょうだい。すごいね。早いね。やっぱ宇宙に詳しい人いるんだよ。ね、うん、ですね、はい。この方は、ラジオネーム51歳。おぐらいしかないかな。うん。うん。こんばんは。はい。こんばんは。宇宙は、空気がないので風も吹かないですよ。ほら、風吹かないってことだから全くなびかないってことでしょ。うん。でも風以外のものがあるんじゃないの？いや、だから俺が言ってんのは、だからさっきから言ってんのは、うん、止まってる状態でふわって風が来るのはないと思うの。そうよ。うん。でしょ？だから風がないからその。ないからない。止まった時はない。ただ自分が走ったりした時はね、受けるものはあるんじゃないのっていう話なんだけど。だってあれ風が来たからふわっとなってるじゃん。逆なんだから、それこの人間が風に向かって行ってるから、うん、風をなびくんでしょ。でも風がないとこに行ってっから、うん、ないんだよ。まあ、ちなみにラジオネームテイクのスイちゃんね、はい、ごめんね、ちょっとラジオネーム、うん、いい全然いいのいいのいいの、ぶっこんじゃって、ぶっこみいいよ、全然ぶっこんでぶっこみラジオネームどんどんやってっから、忘れた場合ははいはいはいぶっこみネームで行くぜ、これ、うん、どうする今回最初に行く、ぶっこみラジオネームするぶっこみラジオネーム、うん、うん、いよいよ、うん、この方ね、うん、合ってますよ、中学理科教師より教師、うん、うん、理科、うん、だから小木の言ってることは合ってると、中学理科教師が言ってるよ、理科教師が言ってるのね、そうそうそう、うん、
ヘリオスヨシヤ、はい、ぶっ込みました。ラジオネームヘリオスヨシヤさんが合ってるって。ぶっ込んできた。やっぱりないんだ。ないんだよ、すごいね。そうか。うん。ははー、なるほど。なびかないんだよ、すごいわ。だからあれがおかしいってなったんだもんな。何？ほら、一番最初に。あ、そうだよ。あ、でもあれはだから止まってるもんだからでしょ。止まってるもんだけど、月にさ、あのアメリカの旗を打った時になんかちょっとなびいてたでしょ。なびいてたっていうのがありえないっつって、あれは嘘だと、うん、いうことになったのもな。そう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 、そうなんだよ。だから、うん、嘘なんだよ多分あれじゃ。そうか、うん、じゃあお前に言ったこと合ってるよ。すごいよね。だから飛行機の上に乗れるわけよ、翼の上とかに。うん。ラジオネーム、うん、肉球パンチ。はい、おぎやぎさん、こんばんは。こんばんは。宇宙では何も抵抗がないので、何百キロで飛んでても翼の上に立ったりできますよ。例えると、走っている新幹線の上には風が強くて立てないけど、うん、新幹線の中は一緒に空気も動いているので立てるじゃないですか。そして宇宙空間ではその空気がないのですと。はい、なるほど。うん、あれだ、はい。あのやつだよ。何？慣性の法則だろ。慣性？あの、だから、新幹線の屋上、屋根の上でジャンプしたら、さ、うん、同じ場所に着地できないけど、うん、新幹線の中でジャンプしたら同じ場所に着地できるっていうかな。あれ、慣性の法則だよな。新幹線の中でジャンプしたら、うん、同じとこに着地できんの？できるんだよ。できるんだ。そう、風の抵抗受けねえから。ジャンプしたことねえから分かんねえけど、どうなんだ、あれ。うん。風の抵抗ないから、新幹線の中でジャンプしたら、うん、あの、その場所に着地できんねん。まあね、なんか固定してるからでしょ。だから固定したところ別に風がない、あるからとかじゃないよね。いや、重力を受けてないからでしょ。風の抵抗を受けてないからそこに入れるってことでしょ。抵抗ね。そういうことだね。うん、はいはい、うん。ということで、うん、これも解決したところで、うん、こんな、まあ、2番手ニュースやったんだよね、今ね。ほう、うん。2番手ニュース、どんどん送ってくださいと。メガネ。メールアドレス。メールアドレスは、メガネアットマーク tbs.co.jp です。金曜ジャンク、おぎやぎのメガネビーキ。お前の彼女ってブスだよな。お前の彼女ってブスだよ。いや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 、お前の彼女がブスだろ、負けるって俺の。お前の会社ってどこだっけ？ジャパン建材。ジャパン建材？それ何の会社だっけ？スタイリスト。スタイリスト？そう、ホームスタイリスト。ホームスタイリングのジャパン建材、建築資材を届け、快適で豊かな住まい環境を提案する会社です。ジャパン建材。 TBS ラジオ主催、森山良子コンサートツアー2006から2007 40th Anniversary。透明感のある歌声と歌唱力で幅広い年齢層から支持される日本を代表するシンガー、森山良子のバラエティ豊かなステージは必見です。1月27日土曜日午後5時半から横須賀芸術劇場で開催。チケットは各プレイガイドで好評発売中。詳しくはチケットポート03-5403-3330 5403-3330 まで。聞けば見えてくる TBS ラジオ。おぎが戦車でやってくる、おぎやはぎのメガネビーキ。さあ皆さん、お待たせしました、うん、先週からお呼びした方々が来てくれました、はい、それでは自己紹介の方お願いします。はい、どうもねえ、まあ来たね。来てくれました。おぎやぎ。あ、おめでとう。そう。ありがとう。ね、売れたね。いや、そう、売れたね。告白を勝ち取るなんて、今、聞いてるリスナーのみんなね、どんだけ大変なことかってこと。もう東大に、もう3回、いや、10回入るのよりも難しい、この枠と。すごいよね。すごいよね。すごいよ。すごいことだよ。そうですか。バナナマンを東大と比較して褒めてくる。そうだよ。そうそう、毎回東大引き合い出してくるから、わかりやすいんだよね。わかりやすいのよ。すごい。あ、ありがとう。俺、あと思うのは、うん、あれ、黒だと思うよ。あ、コジコジ。これを本当に言ってるよ、俺らは。聞いてるからね。あれはコジコジ。あれ黒でしょ。あれ黒。どうかな、俺聞いてたの。
うん、あれも聞いてれば聞いてるほど、小木さんが言ってるの、辻褄が合いすぎて、怖えぞ、これ。そうでしょ。あれ怖いね。iPod でね、聞ける、その、ポッドキャストっていうの。ああ、その後でね。後で。うん、そこで、うん、小島さんが黒だったバージョンということで、小木が言った後のやつを全部事実として話させたわけ。だったらうますぎるわけ。そう。すごいな。うますぎるでしょ。スラ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 言っちゃうの。うん。その場で言ったのに。絶対黒だ。俺でもね、うん、これで今回さ、うん、ちょっとまた藤原紀香とね、はいはいうん、あの、陣内君。うんうんが結婚どうたらってあったでしょ、うんうん、孤児って陣内くんとも仲超いい。そうよ、すごい仲いいね。あれも多分リークしてます。やっぱそうだ。俺もそういう見解も。その見解はあったわけ。すげえ。なんなの孤児って。いや、孤児ってそういうとこで喜びを感じてるんすよ。俺、あの人そんな力あると思えないよ。いや、仲いいからね、日村さん。うんうん、だからそう、絶対リークされる。だって日村さんも結構、まあ、取られたじゃん。あれがなんで孤児なのよ。あれがなんで孤児なのよ、だって。確かに、あれ知ってるの。富士急ハイランドに、で、取られたでしょ取られたよ。あれ、孤児でしょ。よう考えてみ、富士急ハイランド行く前、うん、リーク小島と話してない。話したかなぁ。もしくはその、リーク小島のいい人いたでしょ、うん、いい人いるじゃない。うん、うん。リーク小島のいい人 ね, いい人ね、うん。と仲いいじゃない。今は仲いい。うん、そこに話は、うん、あそこ二人でやってっからね。そうだよ。あそこ。そうだよ。俺らの情報も全部リーク小島に筒抜けだ。言ってんだよ。そうだよ。俺はリーク小島とも思ってないからね、だから。あ、まだそっちだ。だから、まだ、最近、ね、あの、車買ったでしょ。あった。買った買った。すげえ地味なの買ったでしょ。買ったが地味なの買った。あれ取材用で多分。なるほど。つけていっても。そうか、疑われない。そう、ものすごい、だって、結構な値段出して高級車買ったのに、超地味なサラリーマンみたいな。そうだ。ただセンスがないだけでしょ。買い物ベタっていうこと？そういうのが。じゃあ、俺ね、あのね、小島さんにね、ちょっと相談されたの、車のことで。うん、で、これってどうかなって言った時に、うん、でもそれね、俺、うん、まあ、外車だけど、うん、すごいこれ走ってんだよって言ったの。うん、もう、街中で。街中でものすごく見ない日がないし、うん、もうすごい走ってると、うん。いっぱい走ってると。見てると。うん、で、小島さんはそういうの知らないわけ、あんま車乗ってないから、うんうんうん。で、俺すごい見るけどって言ったら、いや、それ帰っていいんだよ、ね。逆にいいのパターンが。全然来るじゃん。帰っていいんだよ、ね、って言ってんだよ。アウトだな。そういうこと言ってた。その時は全く気づかなかったの。あ、多分目立ちたくないのかなって思ったんだけど、ただ単に。でもそうだよな、印象に残る車ってバックミラー一回見たらすぐ、あの車さっきからつけてきてたんですぐ分かっちゃうもん、ね。わかるわかる。うん、あの今のリー小島乗ってる車だったら、まあ何にも。まあ、何にも。だって、ああいう芸能人なのに黒いやつも貼らないし、そうそうそう、後ろの席にはジャージとかがバーンって置いてあるから。俺だってナンバーとか分かりやすいナンバーとかにしてるの、それも全然分かんない。分かんないよ。普通のナンバー。確かにナンバーをなんかね、なんかさ、一緒と、だから知らなかったんだったら、ナンバーをいじれるとか、そういうことも知らないんだって、あの人は。そうなの？アンジャッシュ小島は絶対黒。黒だ、黒。黒だ、黒。黒だ、黒。真っ黒だ。あれ真っ黒だと思う。だから車の色も黒なんだ、あれ。そうだ。そこで。また真っ黒だって。なんか怪しいことがあったら、うん、リーク小島裁判、バナナマンのラジオでもやっていいからね。俺疑ってねえんだって、リーク小島を。やんねえよ、そんなので。許可する、許可する。もったいねえ。うちの企画だけど、いいからやって。やってやってやりゃいいぞ、おぎやりだけで。関係で、俺はリークされてねえんだから。俺らは欠席裁判でやるから。悪くて、欠席裁判ね。まあ、こうやって呼んでね、はい、話すのも、なんと、実は、うん、まあ、ずっと宇田川フリーコースターでしたけど、久しぶりの宇田川フリーコースターです。そうですね。そうだね。うん、これ復活しようって話はあるんですよね。あるある。あるの？あるんですよ。ありますよ、これは。あ、そうなの？トップ階段。トップ階段。一軍ね。一軍階段。一軍階段。あ、二軍にはまだ入ってない。二軍にまだ来ないんだよ。入ってないよ。二軍のモンスター軍団にはまだ。まだ行ってないけど。今日降りてこれんだよな。設楽さんとそういう話はしてるから。あ、本当に。あれはもうね、前は月一ぐらいのペースやってたでしょ。うん。ライブやってたよ。トーク。トークライブ、企画ライブみたいな。そうそう。まあ、あれはね、できると。うん。ということで。うん。やりますから。あれはできると。あともう会場さえ決まれば。そう。会場もね、すごい一番でもね。そうなんだよ。シアター D がさ、貸さねえんだよ。なんで貸さねえんだ、シアター D。いっぱい入っちゃってか、スケジュールが。そうそう。あ、そういう理由ね。シアター D がもう全部埋まっちゃってんだって。うん。スケジュールが。じゃあ、シアター D 以外でもいいんじゃないの、そしたら。だ今、シアター D 以外のすごいおしゃれなとこ探してる。シアター D がおしゃれなとこ。シアター D はまた場所も変わってね。渋谷にある宇田川町に
にあったんだよね、前ね。ちっちゃい100人入るか入らないかも。そうそうそう。ね、あのラーメンズが初めて単独ライブやったところだよね。あのラーメンズが。あのラーメンズさん。あのラーメンズがね。ね。トゲがある。トゲがある。ほんとトゲあるね。あのとかつけんな。ラーメンズが初めてやったらいいじゃん。今もう。もうマックの CM でおなじみの。そうです、そうです。別に一流の仕事をやる。あのラーメン。なんかトゲがあるな。なんでトゲがある一流とかトゲがある。ラーメンズの名前出す必要もないでしょ。そうでしょ。白谷いろんな芸人やってるんだから。なんかあるの、ラーメンズと。リアルな話、日村さんが一番嫌ってると思うよ。それもそんなこと言われてる。俺は今から何言えばいいんだ。オフが激しいんだって。裏ではものすごい嫌なやつだからね。それだって俺は知ってるもんね。ね、日村さんに謝ってもらわなきゃいけないんだけど。何うまいパス出してるんだ。日村さんは。そうだよ、日村さん。今年まあいろんなねドッキリをかけられてますよね。今年はかけられてるよ。多分ね、一番全芸能人の中で一番かけられたでしょ。多分俺もそう思うのよ。年間だって数えたら本当に20個以上かけられてる。そんなにあのちっちゃいもん全部入れていけばそうなのよ。そのだから20個の中で2個ほど俺らのバッシングがあります。びっくりしたもんね。それは矢作一軒、小木一軒。おお、綺麗に。で、一軒ずつありましたね、一軒ね。あれちょっとね、いろいろ納得できない部分があるんですが、なんで影で悪口言うの？なんで言えるの？まず。違うって。まず、リンカーンで一軒。で、小木は、フェイクオフ。フェイクオフっていう番組。左一人の番組。それで何でも、小木のところに電話かかってきたって言って。あ、メールが来たの？あ、メールが来たと。一応謝りの。内容何でしたっけ？ね、ガチだったからね。ついつい言っちゃう。気づかず言っちゃったみたいな。もう謝りも何も。ガチだったからまんま言っちゃったって。ごめんごめん、あれガチなんだもん、それ。もう本当のことを言ったってこと。本当のことを言っちゃったから。余計ひどいのよ。そうなんです。あれがやらせだっただったらまだいいのにさ。ガチだったからさ、どんどん言っちゃった、小木さんのこと。まだそうでしょ、普通。あれはそういうの来るって知ってたから、やっぱ悪口言ったら美味しいと思ってたんでしょ、普通は。普通はね。ガチだったわけでしょ。ガチでどうして悪口を言うんですか。そう。あのね、お二方ね、ガチでドッキリってかかったことないでしょ。いや、ありますよ。ガチありますよ。ありますよ。本当に？はい。お酒を飲んでてね。で、あの時はそうです。おじさんの時はお酒を飲んでてね。結局まあ最終的にドッキリなわけですけど、ドッキリでもないんだけどな、あれは。おじさんの真相を聞きたがってるわけよ。はいはいはい。で、本当にね、3時間ぐらいやってんの。その感じ、ずっと小木さんのこと聞かれるわけよ。で、俺は本当に言わなかったの。何にも。はい。でも、あまりにも聞いてくるの。一個ぐらいなんかあるでしょ。一個ぐらいあるでしょ。あー、まあ、嫌な部分ね。嫌な部分。なんかあるでしょっていうくらい来るわけ。そしたら言うでしょ。それは思ってるから言っちゃうと思う。そうよ。俺言わなきゃ、だってない。言わないもんだ、そんなもん。何が？いや、だから悪いとこがないんだったら言わないでしょ、いくら言われても。普通は。そうでしょ。そう、それ後輩に言う必要ないじゃん、俺の悪口。で、小木からのそのメールとか電話とか最近無視するらしいじゃないですか。全然返ってこない。びっくりする。それはどういうことなんですか。悪口は言うわ、無視するわ。ね、まだそこはちゃんと応対してんだったら、まあそのギャグの悪口にも感じられるけど、無視するってことはね、これもマジのなんか。それは違うんですよ。小木さんは本当に仲がいいから、小木さんも矢作さんも本当に仲がいいから、後にしようっていうのがあるわけ。でも俺ってバカじゃん。俺バカじゃん。汚ねえな。汚ねえな。汚ねえな。バカじゃん、汚ねえな。俺バカじゃないの、じゃあ俺。いや、やっぱり、あの、ダウンタウンさんの面白さの秘訣は関西弁だった時点でバカだった。やっぱりバカだったと思います。それは言わなくていいじゃんか、別に。そこは言わなくていいじゃんか、別に。それはバカだったと思いますけど。バカだと昔だって、あの、靴をね、革靴持ってかなきゃいけないっつって、コンビニのビニール袋に革靴と裸の歯ブラシ一緒に入れてた。ほら、わかるでしょ。バカだ、バカじゃん。だから忘れちゃうの。小木さんの電話を後でかけようと思って忘れちゃってんの。なるほどね。仕方でも何でもないの、本当に。そっかそっか。そう。まあ日村さん確かにな、そういう風に言われると憎めないとこあるからね。バカだから。そうなんだよね。だって飲んだ時のその悪日村もあるしね。そう、悪日村あんのよ。悪日村ね。俺今回だからドッキリね、年間20件ぐらいやられたっつってて、そういうのもオンエアで見てたんだけど、ドッキリの飲み会の時のテンションが、いろんな仕事の中でも一番、仕事という意識はないけど、テンションが高いのよ。俺そこにちょっとムカついてるけどね。コンパとかでよくドッキリ引っかかるわけよ、日村さん。その時の日村さん
んのテンションの上がりよったらないのよ。なるほど。あんなの見たことないのよ。そっかそっか。うん。ちょっと待って、何かも。なんで仕事でもっと頑張んねえんだろう。そうそう。頑張った時ばっか頑張って。そう。これもドッキリ？なんでドッキリ？何のドッキリ？ドッキリでしょ、これ。ドッキリじゃないよ。おかしい、今。え？こんなに俺に集中してくるのがおかしい。おかしい。何これ？なんでおかしい？こういうもんなのよ、ドッキリって。だって日村さんいない時いつもこういう会話だよ。どういうことよ。悪口言ったのと普段からこれだから別に日村さんね、自分ばっかね、あの人の悪口言ってると思ったら大間違いだよ、うん、俺はいつも日村さん最低したらお前らも関係じゃないかそれまあね、うん、まあじゃあそれは日村さんバカってことで、うん、今回はうるせえチビチビって言うのチビじゃねえんだ、そんなチビ変わんないの、変わんないもん、うるせえチビずっと前から言うのね、そう、まあでも今回ちょっとさ、うん、やっぱいろいろね、お願いしなきゃいけないこともあるから、うん、ちょっとじゃあその日村さんの悪口に関してはチャラにしても、まあ、あげるよ、バカっていうことでね、いろいろね、お願いするわけ、はい、まあさ、何何、一応バナナマンの2人には、うん、あの、おぎの結婚式、いろいろちょっとお願いしたことあるわけ、なんか軽くはちょろっとなんとなく聞いたけど前、はいはい、そうでしょ、まあうねうん、ちゃんと具体的には聞いてないんだけど、そうですそうです、うん、やっぱおぎはほら席入れたでしょ、うん、でびっくりだけどね、この、うん、さらっとあれだけど、おぎさんが結婚、俺矢作さんの方が早いと思ったけどね、俺も考えられなかったもん、うん、ねえねえ、なんか不思議だなと思って改めて、絶対結婚しない人だと思ったよ、日村さんと小木さんは結構しないと思ってた、うん、そうだよ、うん、そうなのよ、そんなびっくりだよ俺も、うんうん、そんで、うん、そこで何をするの、そこでね、まあまあまあ、結局、はい、やっぱり相手がやっぱ森山家ですから、うん、すごいよね、ね、うん、やっぱ歌一家ですよ、うん、歌手一家、うん、でこっちはやっぱ芸人ですよ、うん、小木一家は芸人ですよ、うん、小木一家芸人じゃないじゃん歯医者さんとかいいんじゃないの、俺だけだから小木家全員芸人じゃない一家じゃないからね、やっぱりね、うん、まだ式も上げてないし、うん、一応それ上げんの式を、式というかパーティーみたいな、まあ、パーティーをちょっとやってみようかなっていうのがあるんですよ、企画があって、うん、そこでやっぱ小木家対森山家、うん、芸人対ミュージシャン、なんでめでたい席で対決するの、何何何、開けるわけにはいけないでしょ、やっぱ旦那としてやっぱ小木ってさ、うん、ちょっとこう居候的なのあるから、マスオさん状態なわけじゃない、小木さんって向こうに入ったんじゃないの、向こうではない、遺産目当てでしょ、だって結婚答えづらいはっきりはっきり違うって言うよ、違うよ、答えづらいの、違うよ、だからそこはちゃんと俺のあれで言って、入ってないから小木で言ってから、ちゃんと、うん、じゃあ小木姓になるんだな、そうそうそう、でもやっぱ小木の権威がないわけ、うん、向こうにやっぱ居候しちゃってるもん、まあね、ってことは小木のが偉いんだぞと、うん、荻野がすごいんだぞっていうところをやっぱ見せないといけない、森山家に、うん、そう、うん、ということで対決なんだよ、自分で見せないで全部それを人に頼むとおかしいな、いやだからね、そのほらやっぱさ、ミュージシャンの方がやっぱ芸人よりなんかすごい感じがするんじゃん、それはある、それはあるよ、そうでしょ、これはね、こう声大にしていたよ、うん、すごいいいネタをね、うん、一個作るのと、うん、すごいいい曲を一個作るの、うん、全く同じだと思うなるほど、ま、全く同じ、そうで全く同じ割には寿命が短いよね、寿命が短いネタは、ね、同じものもあんまできないし、ね、そうですよね、そうです、結構もう軽く見られる、そうだよね、一般的には全然もうミュージシャンの方がすごいってる、社会的地位が高いわけですよ、そりゃそうだよ、そう、ここで芸人のがすげえんだというところを森山家に見せつけてやろうと思って、なるほど、天板にさ、どうやって見せつけるの、どうやって見せつけるかと言いますと、うん、これは、まあ、柔道みたいんですよ、うん、先方地方中堅副将大将と5回戦を行います、うんうん、ね、5回戦もやるの、一応現在の予定ですよ、はいはい、司会、うん、私、おお、八木さんがやるの、八木さん、間違いないよ、これあとなだれ浩二、うん、え、申し訳ない、すみません。そうだね、なだれ工事さん。小樽漫談で有名ななだれ工事。あ、ピン芸人知らない、いや、わかんなかった。わかりました。ごめんなさい。小樽漫談で十分わかりました、僕は。ピン芸人、ピン芸人。ピン芸人です。はい、はい。どこの人、ね、前の極楽とんぼの加藤さんです。はいはい。そう。なだれ工事。なだれ工事ってことで、豪華な司会じゃないですか。この、すごい司会。二人で司会をちょっとやってですね、一応今回ですね、まあ今は現在の予定ですよ。はい。まずちょっと交番、変える余地はありますが、はい、一応先方、小木家の先方、はい、森山家の先方、はい、森山直太郎。おお、直太郎くん、でも直太郎いいじゃん、大将じゃないもん、直太郎くん、直太郎くん、いや、先方です、先方ですよ、うん、で、小木家の先方アンタッチャブル、そう、おお、これはね
勝てますよね。まあね、勝ちに来てっからね、こっちはね。だってこれ、一種格闘技戦みたいなもんね。直太郎がだって歌うわけでしょ、うん、歌よ、うん。こっちはネタをやるネタやる。ネタやんのネタです、ネタです。誰が判定するのガチネタやんのガチネタ。いやもうみんなお客さん、そこに来てる皆さん、ゲストっていうか、そうです、そうです。皆さんですよ。俺がもう、直太郎がもし、まあ、桜だの、夏の終わりだの、そういうので来られても、うん、アンタッチャブルには親友ネタがありますからね。そうです。親友ネタ。親友ネタがある。ファーストフードのやつもいい。あ、ファーストフード好きね。あれいいよ、あれ。あれジャケットのくだり好きなの。そうだ、いいよね。ジャケット。グリーンジャケット。グリーンジャケットのくだり好きだし。うんうん、え歌とネタで、ね、そうそうです。何なの本当にバカなの、うん、バカじゃない。マジで勝ちに行きますから。勝ちに知ってるじゃん。結婚式でネタやっちゃダメっていう方式ぐらいは知ってるじゃん。それは知ってますよ。なんでやんの、いや、だけどこれは勝ちたいんです。そう。で、このメンバー、うちが選んだメンバーは、結婚式ネタやってもいけるんです。いける人たち選ぶ。それぐらいの実力者を選んでますから大丈夫。まあ聞いてください。まあまあまあ。まあ先方は聞いた、アンタッチャブル対直太郎か。次方、うん、はい、森山家、うん、サザンオールスターズ。ちょっと待って、大将、大将だって。すごいぜ。大将じゃないよ。オールスターズが地方で来るの、地方でサザンなのよ。サザンは大将だし、サザンに勝てるとしたら、うん、小池の地方は、うん、ドランクドライ、まあ、勝てねえっつんだよ。勝てないでしょ。ドランクじゃ悪いけど勝てねえっつんだよ。サザンには、いやいや、あのお遊戯会ですけ、大丈夫です、ね、研究会、あのほらお遊戯研究会、日本文具玩具研究会みたいなやつあったでしょ。あの学校のやつ、そうそう、古き新しき、いや、それは面白いよ。そのネタはすっげえ面白いよ、わかるよ。サザン何すんの、いきますよ。サザンなぁ。サザンはもういっぱいいいのありますからね。愛しのエリーをそこに。もうダメでしょ。そんなの歌われたらもう終わりだよ。歌ってもらって。終わり終わり。以上、大体その、うん、桑田佳祐をつかっちゃんが潰し、うん、原坊をタグが潰す。まあ、いやいやいや。マンツーマンつければ大丈夫だよね。どういう、ね、どういう意味がわかんない。いきますね。うん、で、次。地方それ、地方です、地方、うん。これ1、2勝。これもいい勝負するかな。うん、まあね、うん。で、中堅。うん、森山家、うん、ドリームスカムトゥルー。うわうわ。そんなとこもそうだよね。ここで行きますよ、だけど。ドリカム来ちゃうの、これでも言われてても、不思議と、本当にブッキングできんじゃねえか。そこが不思議だよね。うん、でも、ラブラブラブとかなんでしょ、いや、ありますよね。まあ、あれね。ねえ、最高に合ってるよ。ドリカムなんて、そう、すげえね。結婚式とかにもいい感じのやつある。まあ、あります、あります。ただ、こちら。うん、はいはい。中堅、小木家、クリームッシュ。はい。え、おぉ。クリームさん、クリームさん中堅で行く？中堅で行きますよ、それはもう。これ中堅で行きます。はい。うん。クリームシチューのやっぱ漫才は。え、俺らも出んだよね。出ます。出ますよ。俺ら、早く出しゃいいじゃん、俺ら。前にクリームさん出ちゃまずくない？いや、大丈夫です。いやいやいや、ここは、ラママじゃねえんだよ。結婚式で。ラママじゃねえんだよ。いや、ラママです。ラママだって、のつもりで来てくださいよ、ほんと。鳥はクリームさんとかよ、そんな。まあまあまあね。ただ今回やっぱ、当てていくっていうのがあるからね。そうそう。こっちマンツーマンで行くから、全部。その、あった大差が。やっぱ結婚式ネタあるんですよ。そう。クリームさん。あるある。有田さんすごい自信持って言ってましたから。なんで嘘でしょ、俺には結婚式ネタあるからさ。嘘つけつって言ってた。言わねえ、そんなことあるし。大丈夫だって言ってました。うん、で、こう、中堅ね。うん、で、副将、うんうん、森山家、はい、ビギン。来た、ビギン。だよ、それは。恋しくてかなんか歌うの、まあ、いいでしょうね。ビギン。ここに勝てると言っても。シュマンチュンの宝とか歌う、いきます。いくんですか。恋のお守りくださいとか。うわー、それ大好き。ちょっと、ビギンが来んの、いけますよ。いや、ビギン強いですよ。強いよ。こっち考えました。うん、小池、うん、副将、東京ゼロ三。これはゼロ三。これはゼロ三すごいですよ。ゼロ三面白いけど、うん、これ完全にミスキャストだ。なんでゼロ三、ゼロ三は面白いけど、うん、ビギン、ビギン副将で行く？行きます。いや、行ける、行けるでしょう。行きます。これはこの下手で勝てますね。うん。本当に言ってる？え、行きます行きます。いやいや、いけるいける、絶対いけるよ。これはね、トリオ対決ですから。うん、あー、まあ、まあ。だからぶつけたわけ。トリオ他にもいるんだろ。いやいや、他にもいるよ、他にもいるよ、トリオなかなかいないんですよ。いるよ、ダチョウさんになってネプチューンだって。いや、ほら、おぎっけに。そうそうそう。ゆかりのある。ゆかりがないでしょ。うん、ダチョウさんとか。うん、あ、そういうことか。そしてやっぱ東京ゼロさんになってくるわけですよ。ああ、そうなっちゃうんだ。そして、大将。大将、待ってくれよ。嘘なのこれ。森山家。うん、森山良子。まあまあ、そうですよ。お母さんですよ。良子ちゃん来んの、良子ちゃんですよ。俺来るだろ、森山良子さんがやっぱ。そして、うん、小木家。うん、バナナマン。ふざけんな、そんな。荷が重い。大将ですよ。荷が重い。無理だっつの。いける、いける、いける。荷が重い。日程決まった時から胃が痛くなる。いける。無理。いけるって、これいける。大将だから無理ってわけじゃねえよ。全部無理なんだよ。無理だよ。大丈夫。全部無理なんだよ。バナナマンは日本一面白いんですよ。そう。日本一面白い。やめろ。そんなこと言うなっつうの。俺どんだけ言ってるかな。そうだよ。あの、あれでも使ってたよな。
メントレとかでもな。そうだよ、そうそう、メントレで。はい、すげえ。メントレの俺ら廊下のやつ何回も出させてもらってんだけど、うん、毎回、おぎやぎの話してんだから、俺ら。おぎやぎが俺ら話して、俺らおぎやぎ喋ってる。みたいな。何で出るの大将もバナナマンって決まってますから。ええー、いや、これすごいメンツですよ。おぎやはぎもっといっぱい知ってるじゃんよ。でもバナナマン、あれあるじゃん。俺あれやってほしいんだもん。だってコンパの、全部こう、打ち合わせするやつ。あれ20分ぐらいやるんだよ。いや、20分、バナナマン20分あげる。やだよ、無理だよ。やだって言うのよ。あのネタやんの？あれ、犬のネタ。犬が死んでたやつ。あれ無理だよ。会場とか、完全暗転とかできんの？いや、だってバナナマンだって指定してないと、すぐ朝礼やるでしょ。朝礼だったらまだそうだよ。ね、やるよ。だってさ、これ40分の貸しネタやるわけでしょ？ロープでしょ？ロープで覆面かぶせる。寝ずにいいじゃんか。ほんとすぐ朝礼やるから。そうそうそう。っていいじゃん別に。だからいやあれ好きだけど、うんうん、やっぱねこれ相手森山良子さんですから、うん、向こう長い歌歌ってくるから向こうもザワーできたら10分以上ありますから、ね、あるからね。だからこっち20分使っていいわけですいやいやいや嘘でしょ。歌の10分とネタの20分って全然違うでしょ。あの20分は短く大丈夫、うん、感じるから大丈夫。そうそう、あれはもう、ここ頑張ってほしい。これはもう本当お願いするからちゃんとこう倒す気持ちでやってます。いやいや、これでも実現したら、うん、これ多分収録した方がいいで。これは俺がホームビデオ回す。それどうすんの？俺どうすんの？俺の記念思い出？これものすごい。だけ？特に入れません。それこのこのミュージシャンだけでものすごいよ。すごいですよね。うん。何これ？そう。まあいろいろスケジュールがね、ありまして、このミュージシャンの人たちは、うん、やっぱ年末とかはね、うん、ディナーショーだとかあるので。年末にあるの？これ。いや、今年は無理だと。忙しいんじゃないかってことでね。来年2月3月あたり？そうそう、それね今考えて。3月4月あたりにするとさ。ちょっと桜有利になってくんだよね。あー、そういう問題じゃねえんだよ。ちょっとアンタッチャブルやばいか。そうなんだよ。あー、ずっと不利なんだよ俺らは。アンタッチャブル親友ネタあれだよ、落ちるやつだから。そう、あれテストのやつだ。テストのやつだから。試験失敗するやつだから、時期ある。桜にぴったりだね。ぶつけられる。一応休憩がてらでね、1分コーナーとして、一応アンジャッシュ対騎士団で。なんでだっつんだよ。豪華だな。なんでそんなゴングショー扱いなんだよ、アンジャッシュが。なんでだっつんだよ。アンジャッシュ、まあそれいいと思うよ、俺1分コーナー。なんでだよ。アンジャッシュはやっぱり人力車で鳥ですけど、うん、やっぱり小木家の、うん、でもやっぱ、ね、1分コーナーなんかなくたっていいだろ別に。そうだよ。これ3人手挙げたらその時点で終わりです。おい、なんでこんな文句賞じゃねえか、これだから。あれ見て見て、今小木の鼻が伸びたよ。本当に伸びたよ。ねえ聞いてよママ、ねえ。TBS ラジオジャンク、この番組は週刊ヤングサンデー山崎パンの提供でお送りします。ヤングサンダーの不思議。うちの学校はなぜか木曜日に持ち物検査が多い。それってヤングサンデーの発売日だからじゃねえか。やっぱ先生も読みたいってか、募集して。うん、なんか言ったか。ゲー、先生だってやっぱり読みたい。グラビア充実、漫画に感動、週刊ヤングサンデー毎週木曜日発売。アンタッチャブルの柴田です。山崎です。11月30日のシカマンでは大好評の新コーナー熱リーグをやります。熱動した話待ってます。まあ僕は来週からレッドソックス行っちゃいますけどね。松坂か、お前熱んな。11月30日木曜深夜1時からはアンタッチャブルのシカロマンの小沢です、よろしく。小沢的には今回のラジオ何 FEN で昔俺たちはヒットパレードリズム&ブルースやロックンロールで育ったんだけど、このラジオ毎週水曜深夜3時ジャンク2スピードワゴンのキャラメルオンザビーチ放送中です。金曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーチ。そうだよ、俺はイタリアンだよ。まあじゃあ絶対負けたくないんで、うん、本当に本当にやんのこれ。はい、お笑いっていうのは僕ら基本的には負けてもいいと思ってるんです、うん、お笑いっていうのは負けてなんぼみたいな、そうそうそう、マジでやって勝ってもしょうがないみたいなのがあるでしょ、はい、逆に笑えないみたいな、はいはい、そうだ、お笑いはそういう空気も読んじゃうから。そうですよ。だけど今回勝ちに行きます。これ判定はどうすんの？判定で一応ね、いろいろね審査員とかも
用意します。審査員で一応超ビッグなところも、あの、声かけてますから。あれまだ言わない方がいいかな。まあ、どうでしょうね。まだね、ちょっと。決まってねえだろ、ただ僕、チラッと聞きましたけど、うん、すごいビッグです。あ、そう。審査員も考えないです。で、その審査員はどういうふうに思うのかわかりません。判定基準がわかんないもん。そうだよ。お笑いとか見たことあんのかなっていう。え超単純にただの大物みたいなノリ？どういうことよ、何？わかんない。まあそうですね。いわゆる審査員の方みたいな、あの木田太郎さんとか、うん、まあまあまあ。あれどう、うん、名前まで出さない方がいいの？おぎぬはんのに。まあ一応ちょっとね、まあこれからオファーを出してみようかなと思うから、まあ出してもいいのかな、ね。まあオファーを出そうかっていうところですね。うん、一応無理ではないその、うん、ね、良子さんつながりということで、うん、誰でしたっけ？小野陽子さんですよ。ありえねえ。もうありえねえ。何してんの？ありえなすぎる。どうすんだよ。何が陽子さんだから。何をしたいんだよ。小野陽子さん審査委員長にするんで、うん、まあ、もし、うん、な、引き受けてくれた場合ですよ。うん、ちょっとネタの作りもちょっとラブ&ピースにするとか。そう、小野陽子さん、小野真由美さんじゃないですか。いや、陽子小野です。そう、陽子。ジョン・レノンの。そうです、そうです、そうです。もう絶対勝てねえよ。すげえな。もう勝てねえっつって。まあ、これだから。ネタでいけるか、バナナマンもね。うん、うん、確かに。一応ね、うん、大丈夫、小木さんが恥ずかしくないんじゃない？いや、全然もうこれすごい誇れますよ、この5組。いや、これ超誇れるよな。これはそうでしょ。いやいや、まあ、それは他のみんなそうだけど、うん、向こうの名前がビッグすぎないの？いや、負けてないでしょ、名前は。いやいや、まあまあ。負けてんだろ。負けてんだろ。他の人のこと負けてるだろうって言いづらいけどね、負けてるよね。負けてるっすね。大丈夫。負けてない、負けてない。全然大丈夫。じゃあ、これはまあ一応頑張っていただくと、うん、いうことなんですが、いや、もし本当に嫌だったら、でも、お祝いだしね。うん、そうですよ。そこの部分ではやる。あ、まあそうですよ。じゃあ。でもこれ、まあ、その勝ち負けでって、その、まあね、ただね、はい、それ今その話進めてましたけど、うん、その前にね、うん、一個やっぱ、まだクリアになってない部分っていうのがあって、はいはい、一個ほどクリアになってないのよ。そうなんですよ。なんだなんだ。そこだけが問題で。そうなんです。それをクリアしないとこれもちょっとできないんです、うん、そうですね。何何今回ね、今回その、小木と、なほちゃんの結婚、なほ太郎くんが認めてないんですよ。関係ねえよ、マジで知らねえよ、そんなの。ちょっとね、フラッシュにね、はい、あの記事になってまして、フラッシュ見て、ほんとびっくりした。そうですね。あ、そうなの？それでフラッシュさんがね、うん、一応書いてる内容、ここなんですが、うん、ね、直太郎、小木がですよ、うん、直太郎を12月のお笑いライブに招待し、うん、直太郎が1回でも笑ったら、2人の結婚を祝福してもらうという条件。頑固で知られる直太郎もこの勝負は受けて立つようだ。う果たして小木は直太郎を爆笑させることができるのかと。こういう記事が出ちゃってまして。ただ僕は12月にお笑いライブやらないんですよ。だから、フラッシュさん嘘ついちゃうことになっちゃうから。あ、う、あ、ん、そう。ね、やんなきゃいけないんですよ。なんでそんな別にこっちにしてるような。うん、いやいやそんなフラッシュさんが嘘つくわけないし。そうでしょ。だから。そう。やんないんだったらやんないで。やんなくていいよ。でもね、いろいろな事情でね、やっぱりさ、バナナマンも特に知ってると思いますけど、うん、そんな急にさ、ライブの小屋って取れるもんじゃないでしょ。取れないよ。そう、半年とか1年前から抑えないと。そうなんですよ。だから無理だから、うん、ラジオで、ちょっと、12月ですか、うん、あの、直太郎くんを呼んでですね。ここに、はい、ああ、直太郎くん来んの？うん。はい。うん、来るんです、うん。そこで、そのライブというか、小木が直太郎くんを笑わしたれ、うん、笑わして、認めてもらおうと。あ、う、あ、んうんうん。いや、大丈夫じゃない？頑張って。いや、でも、直太郎くんっていうのは、もう、うん、バナナマンのこと大好きなの。そう。俺らのライブとか見に来てくれるんですよ。バナナマンのことすごい認めてるんですよ。そう。俺のことは全く認めてないそうなんです。俺、バナナマンからいろいろ聞きたいんだよね。何が。なんて、だつんだ。いや、聞きたいですよ、本当に。そう。直太郎くん、俺らのね、ネタでやってる赤鉛筆っていう、僕のコントがあるんだけど、入れてくれってすげえ言ってくれる。ああ、そう。そう、うん。あの赤鉛筆に。そう。まあでもあの赤鉛筆は、まだ入れないよな。まあ、入れないでしょ。直太郎くんじゃまだ早いでしょ。バカにしてんだろ。バカにしてんだ。でね、うん、思ったの、はい。バナナマンのことを好きだってことは、うん、バナナマンのツボっていうのを俺は考えたわけ。うん、なぜ面白いと思うかと。うん、そしたらやっぱ俺はバナナマンの一番人より秀でてるとか演技力じゃないかと。ものすごいですよ。あなたたちの演技力って。本当？そう。ですから、演技力で、うん、笑わせるということの方が俺は直太郎くん好むんじゃないかと思って、うん、そっちの好みがすごそう、そう、うん、そっちで笑わしたいの、うん、俺らにあるかどうかわかんないけど、あ、そう、そう、で変な一発ギャグとかそういうことじゃないと思う、ね、じゃなくて、うん、まあ、そういうのもあってもいいんですけど、うん、なんかこう演技力をね磨きたいということで、うんうん、一応ちょっとバナナマンお聞きしたいんですけど、ちょうどメールも来てるんですね、はい、ラジオネームパッション原、うん、おぎやぎとバナナマン、こんばんは、こんばんは、ぶっちゃけバナナマンは
小木さんの演技をどう思いますか？あー、すごいと思う。それコントとかトークライブなんかもずっとやってきたし、ドラマみたいな。30ミニッツとか、あと BS の方でもずっとね、お芝居的なのもやってきて、俺が、矢作さんがね、まあ伸びたね。おぉ、やり始めた当初って、上から入った。矢作さんとか、これちょっと一緒にやっててもな、みたいなぐらいなのが、もう、最初か、あ、そうそう、で、1年一緒にやって、2年一緒にやって、もう最後の方は、抜かれちゃったなって。教えることねえよ。矢作さんに関しては教えることねえ。矢作さんはものすごいね、やっぱね、吸収力あるしね。そう、この人ほどね、馴染む人、何にでも、そして自分の力に変えていく人ってのはいないね。いないね。ああ、そうですか。ものすごい。なるほど。いや、いい評価ありがとうございます。矢作さんはね。一方、小木さん。まあまあ一方。小木さんはね、そこら辺の素人にも負けると思う。そこら辺の素人。そうなんですよ。小木さんとやっぱやるのわかります。それはね、僕も気づいてまして、やっぱ一緒にコントとかやってましたから、なかなか演技力がね、ないんですよ。で、今回やっぱ演技力って言った時に、難しいからいろいろね、前回のラジオで募集したんですよ。例えばほら、この前やったんだったら、コーヒーおかわりっていうさ、一言をさ、10種類入れるとか言うじゃない、すごいやつ。ああ、そのシチュエーションに合わせたりとか。そうそうそう。そういうので演技でちょっと勉強した方がいいんじゃないかって言って、ちょっといろいろやったんですけど、まあ、下手だったんですよ。あれやだから、バナナマン呼んで、ちょっと演技指導というか、ちょっとこれを、こういうふうにやるんだよと。そうそうそう。模範を見してほしいって。それをね、俺身につけたいのね。そうなんです。例えばですよ、前回ね、小木さん、もう普通だったら、コーヒーおかわり。ってこの一言を、だけで全てがわかるようなコーヒーおかわりを言わなきゃいけないんですけど、小木さんそれはもう無理だったんで、その前の状況も全部言っちゃっていいと。言葉で。言葉で。ただ、この前だったらね、前回小木がめちゃくちゃ下手だったんですよ、やつなんですけど、これラジオネームあなたの肉野菜からもらってる。競馬で負けたようなテンションで、コーヒーおかわりを言ってみてください。ああ、そういうのがある。そしたら本当はコーヒーおかわりっていう一言だけで、あ、この人、競馬に負けた、高評価だなって言わせなきゃいけないんだけど、その前のセリフも言っちゃいます、全部。ああ。クソ負けだとか、そういうこと、どんなことやったか、ちょっと小木さん、ちょっとやってもらえますか。まあどんなことやったんだろうな。これだから前回ですと、もうね、喫茶店ですよね。だけどそういうちょっと、ウィンズの近くにあるような喫茶店っていうのは、競馬見れますか。そうですね、ありますよ。そういうところで、見ていて、競馬で負けた、ね、ディープインパクトに、一点で、もう10万円とかかけちゃったよ。もう絶対自信があるから。それが来ない。それで負けた後のコーヒーを代わり。ものすごい凹んでる時だ。そうです。それをちょっとやってみてください。前回の芝居を。前回の芝居ね。はい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 。やってよ、やってよ。よし。よしよし、いけいけいけ。そのままそのまま相当下げる。そのままダメだって、あー、そのまま行ってよ、そのままそのままそのままあー、あー、ディーブディープつきゃあ長えなぁ。ああ、もう、ああ、ディープそのまま行ってよ。あそこで刺されてよ。もう、ムカつくわ。ああ、もう、こういうおかわり。ぐらい、このぐらい使わないと、小木さん、こういうおかわりまでいけないんですよ。なるほどね。ダメでしょ。そうなんですよ。普通は一言でね、行きたいでしょ。やっぱ気持ちを自分の中でどんどんね、出していかないといけないんですよね。ちなみにこれいけますね。これはますね。いけますか。いけますか。まあ頼もしいな。最初の芝居必要だったら言ってもいいし、コーヒーお借り一言で。もういらないんだったらもう。まあこれいらない方がいいんでしょ。一言でやっていいです。それでも、あ、わあすげえ今競馬で負けたテンションのお借りに聞こえるわってこっちが思えば、やっぱいいわけですから。うわすげえドキドキする俺。こういうことをうちの設楽さんもやらせたら本当に命ですよ。いや、そうなんですよ。本当に思う。確かにね、設楽さんの芝居ってなんてすごいと思いますよ。ほんと普通にやるから。ねえ。台本合わせが、台本合わせじゃなく思っちゃうんだから。あれね、普通に話しかけてると思うよね。セリフから言ってたんだから。セリフなんだよね。びっくりする。その経験られると、何回もある。経験ある。リアル演技ってのはこういうこと言うじゃあちょっと、この人すごい。じゃあちょっと設楽さんこれ、コーヒーおかわり。競馬で負けたようなテンションで、コーヒーおかわりちょっと行ってみてもらえますか。もう準備よろしいですか。じゃあ、はい。なんか合図がある。じゃあ僕がお願いしますと言ったらお願いしますね。
それでは競馬で負けたようなテンションでコーヒーおかわりを、言ってみてください。どうぞ。あのコーヒーおかわり。あーでもうまいわ。すごいすごい。あーわかるわ。わかるよね。うまいわ。今のわかるよね。一回ちょっとあーとか言っちゃうのもわかるしさ。え、ちなみに日村さんはこれ。俺、深さんの後で。これ、何これ、正解とか別にないけど、今のはうまいと思う。本当、うん、これうまいわ。わ、うん、かった。じゃあ日村さん、はい、競馬で負けたようなテンションでコーヒーおかわりを言ってください。うん、どうぞ。コーヒーおかわり。渋い。渋いな。渋い。これ、まあちょっとでもやっぱ怒ってる的な感じはわかるけど。ああ、これね、うん、あの、でも、おぎにコーヒーおかわり一言言わしたのよ、うん、最初はね。うん、でもあまりにも下手から前も入れてた、正直。で、やっぱ格段にうまいね。うん、やっぱそうだね。ちなみに前の芝居ありでちょっと。前の芝居ありで前の芝居入れさせディープディープ入れさせた時の設楽さんもやばいよ、ね、すごいすごい、うん、前確かそうなんだよね、うん、それでは前の芝居ありでコーヒーお借りお願いします。よしよしですよし、けけけけけけけいけいうそおいなんでだよマジかよ入んなかったの。あ、すいません、あの、コーヒーをお代わり。うまい。やっぱうまいわ。うまいよね。うまい？うまい。ここだよ、小木。わかったの、なんか。まあ。普通でしょ。普通でしょ。普通だったけど、そんなほど難しいものはないんだもんじゃん、ね、一般って。でしょ？一般ってこんなもん。日村さん。え？ちょっと、前芝居やりで。頼みますわ。日村さん。俺もやっと、うん。これすげえな、なんか。うんじゃあ、日村さん、前芝居ありの競馬で負けたようなテンションでコーヒーをお借り。お願いします。よし、行け。行け。行け。行け、行け、行け。はい、入れ、入れ。はい、え？え？え？あ、あ、おい、おい、おい、マジかよ。ちくしょう。コーヒーお借り。終わっちゃってる。終わっちゃってる。何何？神だから下野さんも。あそっか。あときつい。なんで？順番悪い。正解をかなり失礼ちゃったから。順番悪いか。すごい。これおひさんとかなっちゃったから俺今。汗かいてきちゃったこれ。なるほどね。すごいなこれ。いやでもすごいすごいでも。じゃあね次ね。まあラジオネームドンキーパンチからもらったやつですね。背中にピストルを突きつけられてビビらずにコーヒーを買い。はぁ、うん、かっこいいね。これ多分後ろからね、ピストルを突きつけられてる。突きつけられてんのよ。うん、多分後ろ向きにさ、背中同士に座ってたりするじゃない、うん、ファミレスとかって。うん、そういうとこでさ、ちょっと後ろからこう当たってんだろうね。あうん、そうなんだけど、ビビらずにコーヒーを買い。なんかこれね、こういう、あ、人気映画とかでありそうだね。ありそう、ありそう。自分のね、ありそう。ありそう。ビビってるのを悟られない。悟られないようにみたいな。はい。特に、まあ、人気映画の、その、スタッフとかがよくここ聞いてるらしいですから。なんで？本当ですか？やっぱこれチャンスですよ。どういう立ち位置だ？教えてもらったの？教えてもらったの？なんで上からチャンス、チャンス。俺らのプロモーションみたいになってるんですよ。頑張った方がいいですよ、いやいやいや。じゃあ、下野さん。あ、まず俺から？小木さんやんないで。おじさんやってみる？ね、これまあ俺やった気がする、ね。これ下手だったよ。ちょっとやってみるじゃん。あ、そう、下手だったっけ？うん。じゃあちょっとやってみて。背中にピストルをつけられて、ビビらずにコーヒーをお借り。うん。なんだこれ。説明すんだぞ。臭いな、これ。あ？もしかして、これはピストルか。やっべえ。やっばいぞ。あの、コーヒーお借り。笑っちゃったよ。どうしたひどいね。安いラジオドラマみたいな。あの、心の声いっちゃうから。うん、そう、やっぱ心の声入れた方が俺はでも言いやすいんだよね。じゃあちょっと設楽さん。俺、お前難しい。これね、コーヒーお代わりだけでいい。コーヒーお代わりだけでいいですよ。設楽さんがやってきたらコーヒーお代わりだけ。これが正解だから。正解どうぞ。それでは、背中にピストルをつけられてビビらずにコーヒーお代わり。
あ、こういうおかわり。わかる、なんかわかる。わかるわ。そういう感じは、スパンで見たいもんね。わかるわ。見えるんだよ。やっぱうまい。うまいね。うまいうまい。これなんだ、どうなんだ、映像がだったら出てきたもん、俺も。すごい。これが正解よ。正解よ。正解じゃん。じゃあ、日村さん。もう一つの正解を。正解で見たのよ、今。違うバージョンの正解ってのあるんでしょ。正解は何個かあるじゃない、やっぱ。こんなのもあるってことね。そうそうそう。はいはい。じゃあ、日村さん。はい。背中にピストルを突きつけられて、ビビらずに工場を帰る。コーヒーおかわり。ああでもまあまあ、まあでもまあまあまあ新年期ですよね、まあまあって言っちゃってる。まあまあすごい、だから俺最後やめてくんない。なるほどね、難しいし、なんだ難しいよね。結構上手かったのもあったのよ。あったよ俺、確か。うん、これ結構うまかったんですけど、ラジオネーム、ヒューベルトの、はいはい、餌食からもらったやつ。友達と話が盛り上がり、通りかかった店員さんに笑いながらコーヒーを代わり。ああ。これ、毎週入っちゃいますけどね。なるほど。入っちゃいますね。ま、これ、得意分野があって、これは日村さんすげえうまい。すごいうまい。あ、なるほど。じゃあ、これは最初にまた設楽さん行っちゃっても大丈夫ですね。ああ、いいっすよ。そうですね。これじゃあ、どうぞ、小木さんやりますか。俺、やるのまた。まあ、やんなくてもいいけど。まあ、やんなくてもいいでしょ、俺のはもう。やっては。やっぱちょっと日村さんの見たいし、俺。設楽さん、日村さんだけ見る？うん、やっぱそうしたいな。勉強する？勉強だもん。今回勉強の会する？勉強の会ですよ。盛り上がって、何？笑いながら。すごい笑って盛り上がって。友達と話が盛り上がり、通りかかった店員さんに笑いながらコーヒーを買う。あ、これどっちもうまいな、これ。じゃあ、これ。それでは、設楽さん、お願いします。嘘だな、お前。あ、すいません、コーヒーお代わりください。本当に？あー、自然ね。はいはいはい。自然ですね。うまい。うまいね、うまい。うまいよ。設楽さんから、こういうのは日村さんうまいって言われた。日村さん。笑いの演技に関しては日村の右に出るもんはいないからね。なるほど。じゃあ日村さん。はい。これお願いします。友達とも話が盛り上がり、通りかかった店員さんに笑いながら、コーヒーお代わり、どうぞ。お前、ないよ、そんなの。お前、そんな。ちょっとコーヒーお借りし。やっぱりうまいね。ジローさん入ってたけどね。入っちゃうね。爆笑だったんだね。爆笑だね。なるほど。まあこれが一応前回の踏まえたんですけど、やっぱり今回バナナマンが来てくれて、新たにまたメール来てますから、こういうのもどうだっていう。コーヒーお借りじゃないセリフ？その時はね、コーヒーおかわりじゃなくてもいいって言ったんですけど、一応コーヒーおかわりで結構来てるんですよ。ああ、そうなんだ。ありがとうございます。はいはいはい。いやー、見れるんだ。いや、ラジオネームイギリス人。小木さん。今まで憧れてきた人と、今まで憧れていた女の人とエッチをした次の日に、昨日のことを思い出しながら頼むコーヒーください。憧れてきた人？そう。憧れてきた人と女の人とエッチした次の日に、昨日のそのエッチをちょっと思い出しながら、コーヒーをくださいとか、コーヒーお代わりとか。コーヒーお代わり。これ結構表情芝居ですもんね、ほんまはね。声だけで行くとはね、声は難しいかもね。行かないと、なかなか笑ってこないよ。ちょっと、はい。小木さん、これだからバナナマンの演技指導も必要ですよ。ちょっと見てください。なるほどね。どこが悪いとか。そうしましょう。はい。一回じゃあ、小木さん、お願いします。よかったな、あれ。言っちゃったよ。また言っちゃった。これ、絶対やれんだろう。もう我慢できない。今日、ちょっと電話しよっかな、とか。もう、あと電話。あー、よかった。コーヒーおかわり。なんか、どうダメでした今の。なんかね。なんせ、やっぱ言い過ぎじゃない？いろんな前のセリフ。でしょ？全部説明しちゃうもんね。全部。とがきより全部言っちゃってる感じでしょ？台本で言うと。難しいんだよね。これはね。とがきね。コーヒーおかわりの前は別に良かったよね。まあ言っちゃってるっていうのはあるけど。まあね。ね。これできます？これ。
これまあできます。あ、じゃあ日村さん、はい、日村さん行きますか。あ、行きましょう。僕が行きましょう。本当実際ありそうだもんね、こんなの、ね、あ、そうだね。それをやっぱ考えても本当に考えてるもんね、うん、俺ね、演技ってやっぱ思うけど本当に考えた方がいいと思うのよ。憧れの人とやったことを本当に考える。ただ憧れの人とやったことないでしょ今まで。それを考えるのよ。あるよ、あの、弁当屋のバーバー。憧れてね、バイトしてたから憧れてた。憧れてた、憧れだったらね、憧れてね。そのことを思いながらちょっと、そのことを思い込まねえ。うん、じゃあ、日村さん、その昨日まで憧れた人と昨日エッチして、それを思い出しながらのコーヒーおかわりどうぞ。すいません、あの、コーヒーおかわり。変態だよ。変態の人だね。変態でしたね。変態バージョンだね。声で分からせたいと思ったの。うん、音で伝えたいと思ったから。そっかそっか。うん、表情が分かりませんからね。これ表情芝居ですもんね。うん、見ようよ、正解を。正解見ようか。確かに、ここ正解欲しいね、ここで。正解ちょっと見せてください。うんうん、昨日、憧れの人とエッチをして、うん、それを思い出しながらコーヒーおかわり。うん、はい、それでは、はい、お願いします。あ、すいません、コーヒーおかわり。ああ、そっかそっか、はっきり言うね。ちょっと自信がもうやっぱ違うわ、一個違うわ。考え方が違うでしょ。考え方が違う。全く違う。こそこそ言っちゃったじゃん俺とかも。そう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 、同じ発想だったけどやっぱ一個違うね。すごい、はっきり自信がある。そっかそっか、こっちあるかってことだもんね。そうだ、その発想はないよ。これつまんねえ4人がさ、ファミレスでやってるやつ、なんか会話みたいになってるから。確かにそうだ、憧れの人でやったってイコール自分に自信がつくわけだから。男同士一つこう箔がついたら、箔がついてるから自分が自信を持って言えるんだよ、ね、上から入れるよね。そうそう、コーヒーおかわり。そっか、そこ気づかなかったな。そうですね、すごいわ。そっかそっか、これいいね。ああ、すごいすごい。じゃあね、俺も勉強になってる今。これはね、はい、あ、これバナナマンうまそうだな。はん、うん、ラジオネーム矢作東長崎の思い出さんから、うん、立川談志師匠のモノマネの練習を小声でしていたら乗ってきちゃって、立川談志師匠のモノマネでコーヒーを注文。そういうことでもあるよね。なんかね、なんかわかるよ、ね、わかるわかる。なんかあまりが抜けられなくなっちゃった。そうそうそう、急にそのノリで行っちゃったみたいな。これだから前芝居ありで全然いい。なるほど、これお願いしますよ、じゃあこれ。いや、小木さんやってるから、ね、まずそれができないからね、まず、モノマネがね。いや、小木さん最後にしましょうか。うん。じゃあ、設楽さん、日村さん、設楽さん。そう、連想ゲームか。連想ゲームか、これ。立川談志師匠。うん、立川談志師匠。ここでしたのよ。ここでやってて。ちょっとバーって店員来て、なんか、コーヒーどうですか、お借りしましょうかとか言ってきたから、その声で来ちゃったみたいな。立川談志師匠の姉がまずあれだな、ちょっと、うん、OK、うん、分かった、うん、ではお願いします。あれ、かな、コーヒーください。すみません。一回そこでな、変えるわけだね。一回ね、そう、コーヒーお金、たて、コーヒーぐらいまで立川談志行っちゃうんだけど、気づいて普通に戻しちゃうみたいな。これ苦手だわ、この。ああ、そう。なんか立川談志のものはね、いや、これはね、日村さんが。確かに日村さん日頃からなんかそうですね。そういうのやるもん。やる人ですから。そういうのって何やってんの？なんか、わざと店員さんにそういうキャラを乗っけたまんま自分を行くみたいなのやるだろうな。なるほど、なるほど。やってんのかな。じゃあ、日村さん。立川談志師匠のモノマネの練習を小声でしたら乗ってきちゃって、談志師匠のモノマネでコーヒーをお返ししてください。どうぞ。あれですよ。最近私は、まあ、弟子なんかもね、引き連れて、まあ、その昔、まあ、立川一門というものをね、まあ、その、まあ、それはもう日本のその落語界というものに、長いな、うん、これが、ね、私はその、まあ、反発していたというか、まあ、そういう、まあ、ですね、ことを、あの、来いよ、お母さん。そこがなんかみんな難しそうだね。難しいんだね。そこ難しいよ。あれ、そこくださいっていうセリフ難しいんですね。ちょっと名古屋明さんみたいになっちゃったから、最後。ああ、なるほど。ちょっとなってましたね。なっちゃうね。じゃあ、小木さん。はいはいはい。今のことですね。ね、うん、ちょっと二人の踏まえて、うん、はいはい、なんか勉強になったでしょ。なった、すごいなった。うん。うん。じゃあ、立川談志師匠。
のモノマネ練習ここでしたら乗ってきちゃって、うん、男子のモノマネでコーヒーをお返しください、うん、どうぞ。まあね、そういうのがね、あの世の中をダメにするっていうの、そういう今の若者がね、やっぱそういうの、うん、やっぱ昔はね、もう僕と私の時はもう本当にずっと、そうなんですけどね。コーヒーさんが、コーヒーだ。コーヒーおかわり。難しい。あれ見て見て、今小木の鼻が伸びたよ。本当に伸びたよ。ねえ聞いてよママ、ねえ。怒ってやーよーって、ね、こんなことで怒っちゃやーよーって、お兄ちゃんやーよーって、そんなとこ幸やーよーって、聞いてくれなきゃやーよーって。おぎが戦車でやってくる、おぎはぎのメガネビン。バナナマン宛てにいろいろメールが来てますから。はい。嘘でしょ。さんもこれは嘘です。いや、いい加減だな。嘘です。いい加減だな。ちょっと紹介しますね。はい。ラジオネーム、おいちんぽ。おい、ほら。こんばんは。今年の5月の話ですが、東京駅でバナナマンの2人を見かけて握手をお願いしたところ、うん、変な髪型ではない方の設楽さんに、握手いいですかと言うと、うん、問題ないよと、クールに、そして気さくに握手してくれました。問題ないよって言うから。その後に、変な髪型の方の太ってる方にも、はいはいはい、お願いすると、ういと言って握手してくれました、うん、その後に、あ、はい、ういと言って握手してくれました、うん、気持ち悪かったです握手していただいた後、手が湿っぽく、うん、なんだかうっすら柿の種の匂いがした気がしました書いたんだ。二人が握手を受けてくださった時の気さくな返事が忘れられません、うん、気持ち悪かったです。なんだよこれ。謝ってください。なんでだっつうの。謝んねえよ、うん、謝ってください。謝った方がいいよ。だってファンの方に、そうよ、不快な気持ち差し合ったから。なんでよ、おいっつってちゃんと握手してるんでしょ。傷つけたんだから。何をどこをどうして傷つけてんのよ。だって変なのに柿の種の匂いしたんでしょ。そうだよ、気持ち悪いんだから、うんうん、そうでしょ、はい、マジで汚い手で握手したんでしょ、うんうんうん、柿の種の匂い、ちょっと柿の種を食べてたかどうかちょっとわかんないですけども、うんうん、申し訳ございませんでした、うん、いいよいいよ、よかったね。あ、そうか、味見しても出たでした。いいよ、うん、続いて、埼玉県ラジオネームぴったり分けが自慢です、うん、和製ヒッチホッ、ごめんなさいね、ヒッチホックね、ヒッチホックね、和製ヒッチコックこと日村さんに質問です。あ、そうなんだ、はい、今ものすごく臭いヘの匂いがしたと思ってください。まず誰を疑いますか。あ、俺ね、これ前本当に考えたことあるんだけど、うん、なんで考えんのよ。いや本当にもう前考えてね、小木さんのヘって俺想像つかないの。ああ、小木さんがヘをこくってイメージがなんせないの。あ、まあまあ紳士や。小木ね、こくけどね、匂わない。匂わないね、俺ね。そうでしょ、うん、そうなると、うん、あとはもう2人だよね、うん、でも、うん、正解は、うん、オクラ。臭いね。オクラか。オクラね。オクラ。毒ガス工場だから、ね。オクラはね、ひどいからね。うん、そうですか。うん、そうですか、はねえだろ。ラジオネーム、テントムシ。テントムシ、うん、日村さん、うん。はい。ラーメンズと品川さん。うん、どっちが芸人で一番嫌いですか。やめようよ。そういうのやめようよ。あれ、そういうのやめない。どういう、来てますから。来てるよ。リスナーから。そういうのやめない。ラーメンズと品川さん。どっちが芸人で一番嫌いですか。うん、どっちなの結局どっちなの、日村さん。ね、嫌いなの。嫌いじゃねえっつうんだよ、だからどっちも俺は。そうなの、まあ、ラーメンズも分けていいですよ。えラーメンズも分けて。ラーメンズ分けるとかじゃなくて。小馬健人くん、片桐仁。リアルだろ。小馬健人くんとか分けたやつだから。だから嫌いじゃねえっつうの、だからどっちも。どっちも嫌いじゃないの。なんでこういう噂みたいな感じで流れちゃうの。こういう、だってリスナーの人気が。違うよ、それは。それまたどっか飲み屋でね、この話。俺ね、隣で誰か聞いてたんじゃないの。そうだよ、このリスナーが。嫌いじゃないっつってるでしょ。途中まで聞いてたんだよ、ラーメンズと品川君の悪口を。で、途中でその人帰っちゃったから、隣の部屋に飲んでたけど、だから結局気になっちゃったんだよね。そうだよ。でもね、リアルに普段一番、うん、あいつさ、みたいな感じで言ってんのは、うん、小沢。
ねえ、この後だよ。この後だよ、スピードワゴン。この後、この後。スピードワゴンの小沢の子。ひでえなぁ。なんかリアル言いすぎやろ。多分ね。リアルって本人が言っちゃってるよ。リアルを言いすぎ。バナナマンさん。はいはい。告知の方。なんだその流れ。はいはい、ありがとうございます。お願いします。はい、今度ですね、12月の6日にですね、夏にやったくるくるバードっていうライブ、バナナマン、夏に、はいはい、お二人も見に来て、すごい面白いですよ、はいはいはい、そのライブの DVD が発売になりまして、それに伴って、12月の17日、渋谷のですね HMV でイベントやります、入場はフリーということで、来れば見れると。で、13時から、来た人全員には握手と、特典クリアファイルをプレゼント。まあ、買ってくれた人ですね。なるほど。はい。やりますので。ちゃんと、日村さん、気持ち悪い握手はダメだよ、絶対に。そうよ。まあ、わかった。ね。ちゃんと手をきれいに洗って、してね、ちゃんと手も乾かして。拭いて、乾かして。ファンだったら、でもそういうのが好きなんじゃないの？俺は。ファンはぐちょぐちょの手。そうだよ。やだよ。違うでしょ。だ毎回あれ持ち上げばいいんだよ。何を言うの？ボーリングのさ。風が出てどうやって持ち歩くんだあれ外してさあれ持ち歩いてないんだよそう常に乾燥してる気持ち悪いんだよな本当にあもうそろそろ終わりですあれ終わり早いな早いですよそうですねですけどもなんとポッドキャストの方にですねバナナマンさん付き合ってくれるみたいですので言ってねえよまた付き合うけども付き合ってくれるんだぜひぜひよかったよかったポッドキャストの方も聞いてくださいねというわけで、今回のゲストバナナマンのお二人でしたどうもありがとうございました3時から金曜ジャンク2エレカタのコントタブですまた来週さよならエレカタのこの後